93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。ナイツ花信之です。メイプル超合金の安藤夏です。はい、本日もナイツラジオショーよろしくお願いします。お願いします。まっちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。のらぼうな。あ、のらぼうな。ね、湯がいて、はい、サラダにしたやつと、美味しかった。ただ湯がいただけのやつ持ってきました。のらぼうな？発音は？のらぼうな。のらぼうな。のらぼうな。前もずっと言ってたけど、答え出なかったよね。はい。のらぼうな。だからのらぼうって呼んでます。なーは言ってないです。あ、もうのらぼうって呼んでんだ。のらぼうです。美味しかったな、あれ。初めて食べたの。あ、食べたことあるかな。まあ、江戸野菜的な感じらしいですけど、ね、なっちゃんが作ってくれたサラダね、うん、サラダ、サバ缶、サバ缶と玉ねぎとあえた、はい、ローリングストックですよ。あ、そっか、はい、ローリングストックだ。あれめちゃくちゃ美味しかった な、新玉ねぎとサバ缶とのらぼうで、うん、はい、サラダ作りました。合うね、のらぼうな。美味しいんですよ。ちょっと程よい苦味ですからね。ああいうのいいよね。甘みがあってね、その甘みと苦味、うん、そう、春の野菜はちょっと苦みがね、うん、あっていいですよね。いい。冬の毒素を出すって言ってますよ。へえ。春の野菜の 冬に毒が溜まるの？溜まるらしいです。汗かかないからでしょ？うん、多分そうです。あ、そうなんだ。みたいですよ。それを春の野菜でデトックスです。はい。フキノトウとかも苦いですもんね。苦いものがいいんだ。いいみたいですよ。へえ。まあ旬のものを食べるっていうのがいいらしいです。はあ、すごいね、うん、勉強になるな。よかったです。でも裏取りはできてないですけどね。また責任は取りませんけど、はい、春の野菜で、はい、冬のデトックス、はい、うん、まあ裏取りはできてない。裏取りはできてない、はい、ちょっと5分ぐらい、5分ぐらいでできるからね。ちょっと時間の時にしてほしいんだけどね。それだけ裏取りしといてほしかったな。それそうですね、後で、裏取りしないのになんで言うの？なんで言えるの？なんかあったの？なんの聞いたことあるわけでしょ？誰かから聞いたけど、それが母親から聞いて、そうそう、じゃあそれ裏取りだよ。そう、別にでもお医者さんとか、うん、そういうなんか専門家から聞いたわけじゃないけど、うん、っていうことでしょ？うちの母親もう裏取りしてないかもしれない。うん、そうだよね。はい、あ、もう代々？代々ずっと。ずっとそんなこと言ったらお医者さんだって代々言ってること言ってるだけかもしれない。昔の人裏取りしてない絶対。いた？おじいちゃんとかで。これ何なんだよって。裏取りもちゃんとしたんだよって言う人。いた？迷信。まあでもまあ旬のものはいいってことですよね。あ、そういうことだよね。なっちゃんいつも言うもんね。言う。旬のものをね。はい、やっぱり食べたら方がいいっていうね。はい、あとはなんか、うん、土地のもの？その場所に行ったらやっぱりそこの美味しいものを食べるのいいのかなっていうふうに思うけど、だから北海道行ったらやっぱりあれですよね、じゃがいもとか、そうそうそう、うん、その旬のさ野菜とかがいまだに分かんないんだよ。あ、そうだね。だけどさ、なんか子供にすごいさ、なんか奥さんとかが教えてんだよね。なんかそういうお受験とかでなんか出るんでしょ。いや普通に授業で、理科の授業であるもん。授業であんの？あるあるある。そんな。何でしょう？旬のものとか、うん、植物とかの問題とかいっぱいある、うん、そんなのは。まあ今でもハウス栽培だから、うん、その一年中食べれたりとか、そういうのはありますけどね。目にすることはできるけど、自然のね、自然の旬な時期とかは結構出題されるんで。一年中食ってると思っちゃってるだけか。ね、スイカぐらいしかわかんないもん、俺。まあ、夏になるとスイカぐらいの記憶しかなくない？実際それはもうだからスイカを夏にしか食べてないからだよね。え？冬も食べれんの？あります、売ってますよ。あ、売ってんだ。売ってます。一応あるんじゃない、うんうんうん、あ、そうなんだ。売ってます。でもなかなか食べない。全然食わないよね、冬に。なかなか食べない冬、うん、なんでかわいそうだよ。寒いからじゃないですか、うん、ただ水分の多いものをあんまり欲しないのかな。水分で体をね冷やして、うん、あと、なんだっけ、あれですよね。ナイアシンじゃなくて、うん、体の塩分を。裏取った裏。早いよ。今言ってるとこなんだから。体の塩分を抜く作用があるって言いますよね、スイカ。ああ、だから夏に食べたら。カリウムだ。カリウムだよね。はい、バナナもあるし。裏取ってないけど。裏取ってないけど。キュウリとかね。キュウリはほぼ水分です。水分補給、ね。あ、そうなんだ。はい、シャキシャキ感と。ナスはいつの時期か。ナスも夏じゃないの？夏野菜って言うよね。お花、うん、さんがちょっときょとんとしてたから。え、違う？ナス？ナス。うん、
ナスは夏でよ、夏だよ。ん夏だよね。夏でよってなっちゃったね。怪しかったかな。怪しいね。はあ、花輪さん、野菜。夏は一年中でしょ。なんで一年中だけど。川原くんがぬいぐるみしてる時でしょってことでしょ。いや、あれこそ一年中じゃん。天竺ネズミの。あれ、旬に変えてんじゃない旬に。旬の野菜に変えてない。ナスしか見たことない、俺、あれ。あ、そうなの、変えてないんだ、あれ。あ、わかんない。夏ですね、夏ね。夏ですか。夏が旬ですね。トマトとかもね。トマトもそうですね。夏。うん、はい。ほうれん草は？ほうれん草はもう、春冬。え、冬じゃない？春？春でしょ。冬です。冬だ、ほら。あの、冬なんだ。冬です。でも、まあ、一年中売ってますけどね、美味しい野菜が。旬だ。これから、あれだよ、娘さんが小学校とかになってきたら、うん、そういうの教えなきゃいけないよ、でも。そうですよ。結構、旬のものとか。嫌だな、そんなの、本当に。確かに。教えなきゃいけない。一緒に勉強するんで。あと、あれで、うん、星座とかも出てくるからね。冬の星座とか、冬の星とか、そういうのも出てくるから、ね。俺たちも習ったのかな。いや、どうなんだろう、なんか記憶ないんだよね。北斗七星しか分からんすよね。北斗七星、それもだって、ケンシロウじゃないの。漫画の知識しかないわな。ケンシロウで圧倒的に有名だったけど。まあ、あと、セントセイヤ。セントセイヤと。セントセイヤはね。そうですよね。あれ、あの、中英さんのギャグの、あなたと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 あなたでオリオンザ、まあ、滝上のギャグだけどね。いや、いいです、いいです。滝上作のギャグだけど。また喧嘩するから。どっちが作ったかのね。そうですよ。ダメですよ、喧嘩させちゃう。喧嘩させ屋なんですよね。コンパスおじさんも滝上作だから。いいんですよ。二人のね、ギャグ。解散させようとしてるからね。本当に。ダブルコロン以来。ダブルコロン成功して以来。なんでか。そうだね。ボン君もまだ諦めてないからね。いや、なんで諦めてくださいよ、もう。仲直りしたんだから。あんな大々的に仲直りしたんだ。やってたんだ。ミレニアムズっていう番組で、やってたんだよ。解散怪人、花ワーンっていうのやってたんだよ。知らない？え、なんすか、お笑い向上委員会の前に1年間だけ、バラエティ番組やってたんだよ、ミレニアムズ。ミレニアムズって流れ星、ナイツ、オードリー。オードリー。あ、それは山ちゃん、ウーマンラッシュアワー、みたいなね。同期、2000年にデビューした同期。それで、解散芸人、花ワンつって、なんかこう、マントに解散した。怪人みたいな。あ、なんか見たことある。解散した芸人の仮面をここにつけるネプチューマンみたいなキャラクターで。バタ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 って。コンビを呼んで、なんかその、なんか悪い話とかを無理やりさせる。花丸大吉さんとかもそれで呼んで。でもあれですよね。花丸さんって、大吉さんのことあれですよねとかって言わせて、全然乗っかってこなくて、俺大変だったんだよ、あれ。そうそう。ゲスト何の得もしないもん、そんなの。なんか悪いエピソードだけ掘り下げられて。それで、なんかわかんない。やっぱり、一応、フジテレビのさ、やっぱ曲制作だからお金ちゃんとあるじゃないですか。だから、一応、なんかだんだん、花ワンの登場シーンがさ、豪華になってきて、初めはなんかただ廊下から歩いていくだけだったんだけど、なんか途中から演出の人が変わって、地上から、上から降りてきたら面白いよねってなって、クレーンみたいのに、解散刑人、怪人、花丸だみたいな、出てくる時があったのね。で、花丸大吉さんがさ、福岡だから、なんかこう、その食い込みが回しみたいな感じだったの。降りてくる時の。だから、松鳳山ですっていうギャグをやったのね。福岡出身の力士。あまりにも滑って、放送見たら、クレーンごとなくなったから。いやクレーンごとびっくりしたんだ。着地の瞬間がもうそれ、使えないからね。はあ、滑るって怖いですね。あんな、なんかクレーン指導の人とかも来てたのにさ、おじいちゃんの人とかさ、久々にね、クレーンやるのとかさ、申し訳なかった。そうなんだね。でもそういうのの積み重ねで番組って終わるんだね。終わるんだね。いやー、その一言でなくなっちゃうもんなんですね。なくなっちゃうよね。まあそういうのあったけど、そういうのあったよ。懐かしい。もう10年近く前です。ミレニアムズだけだね。なんかああいうなんか集団コントとかね。なんかそういう番組やってたのはね。そう。だって、なんか、なんだっけ、あれ、天気予報の、ふざけてんの天気予報のコーナーみたいの、あったよね。中英がさ、お天気お姉さんでさ、で、俺がフジテレビのさ、なんかアナウンサーの設定でさ、小宮山さんみたいなやつやった。違うの、その、
なんか、フジテレビの、イメージとして何をやりたかったかというと、中英がお天気お姉さんみたいなのにさせて、ギャグばっかりやるお天気お姉さんっていうコントをただ誰かが作ってきて、で、そのギャップをするために真面目なフジテレビの BS かなんかに、なんかモデルの人がいるんだけど、ヒゲ生えた、なんかカツラかぶった解説員みたいな。解説員みたいな人に俺がただいて、や、花は解説員です出したんだけど、そのヒゲが、なんか元ロッテの小宮山悟さんっていうピッチャーにすごい似てたわけ。うん、で、もう小宮山みたいだね、みたいなさ、スタッフとふざけて言ってたらさ、その3回ぐらいもやってるコントなんだよ、うん。次からさ、なんか4回目ぐらいから、小宮山解説員って名前が。そら終わるわ。見てる人意味わかんないじゃん。そうか、そういう順序踏んでたんだ、あれ。裏の人だって、裏で盛り上がったことだからね。それで小宮山解説員になったんだ。意味わかんないじゃん。いきなり小宮山解説員です。小宮山さんの真似から始めたわけじゃないの、ね、違うよ。急に小宮山さんになっちゃったんですね。たまたま似てたっていうだけ。全部ね、今までね、見てる人とかはね、もしかしたらそういう流れがわかるかもしれないから。うん、ちょっと、まあ、一課長もね、やっぱり初見の人には優しくないのかもしれないよね。はい、あ、そうだね。うんうん、あれみたいな。こういうドラマなんですかみたいなね。あったしね。明日解決編だもんね。明日第2話。2話。そうですね。先週あって。昨日は、うん、東京ドーム、うん、野球見に行った。あ、なんかツイッター上げてましたね。まあ、ここにいる作家のアゴー君と、はい。あ、2人で見たんだ。はい。東郷のピッチング。東京ドーム東郷のピッチング、アゴーと。ん東郷と、東郷のアゴーと。まあ、今日、それは仕上げてきてるから、あるしてさんが、東郷から。東郷のピッチングアゴーと、観覧したけど。終了。踏み切れなかった。何が終了しました。惜しかった。吉川尚輝っていう、はい、巨人の一番バッター。今年、セカンド。絶好調の。うん、昨日は、打たなかったんですけど、守備が、なんかすごかったでしょ?444 のダブルプレーって。うん、これはだからもう444って意味わかる、うん、見たけどさ、うん、見たけど、うん、そのダブルプレーって、うん、まあ普通はショート、うん、セカンド、ファーストだから、うん、643とかね。打ったら、ショートがセカンドに投げて、うん、4、一塁ランナーアウト。そうそう。で、セカンドがファーストに投げて、うん、バッターアウトで、うんうんダブルプレー。これ643。643だね。ショートがまず取って6ですよね。で、セカンドに投げたら、セカンドが取ったから4ですよね。で、ファーストが3ですよね。それ444のダブルプレーっていうのは。これだから、俺もそんな見てるときは444で誰も言ってなかったけど、ちょっとなんか、あれ、会場が一瞬、東京ドームが理解できなかったんだよ。あれ、何が起きたの？で、広島ベンチも、ね、よく分かってない感じだったよね。だけど、もうすごいプレーだったよね。普通のゲッツみたいに、ワンアウト一塁にいたのね。ワンアウト一塁三塁。一、三塁か。だったんで、広島のバッターが、一、二塁間のゴロを、フライだ。フライが上がったわけ。で、フライが上がって、たのを一塁の中田翔が取ると見せかけて、うんうんうん、取らずにワンバンさせて一塁ランナーが走って、うん、そうで、うん、二塁の吉川キャッチしたら、うん、まあ一塁ランナーはフライだったら走っちゃいけないじゃん、そうだね、うん、だからワンバンした時点で二塁に走んないじゃん、なるほど、じゃ、うん、でその走った、ものにキャッチして、うん、バウンドさせてから取って、その走ってきたランナーにタッチした。うん、タッチしたんだよね、うんうんうん。そのまま一塁ベースを踏んで、うん、バッターの上本もアウトにしたっていう。あ、だから全部吉川で、うん、そうそう。取ったから。しかもそのなんか、ツーアウト取ったから。ちょっと工作仕掛けたんだよ、上本。それをなんか、本当に発想飛びみたいなジャンプで、うん、シュッて避けて、なんかやったりして、その前も4回も、スーパーキャッチしてたので、ね、うんうん、守備で。もう、それもあったから、ちょっと、もう吉川、巨人ここ何年も、セカンドがいなかったから、ね、あ、そうなんだ。まあ、吉川に守ってもらいたかったんだけど、うん、ちょっと腰の、なんか爆弾があって、必ず、長期だと離脱しちゃってたんだけど、でも守備は絶対吉川。守備も打撃もね、やっぱりもう、両方、本当はフルで出たら、すごいっていうのを、昨日はまずそれが見れたのと、うん、坂本勇人が、またホームランも打ったし、うん、昨日、猛打賞つって、うん、3安打以上打つことを猛打賞って言うんですけど、うん、これがもういよいよ、歴代のもう7位かな、立浪さんの記録抜いて、
7位ぐらいまでなってきたって言って、170何度目の猛打賞なんですよ、うんうんうん、だけどで2位までが190とかなんのね、うん、で1位の張本勲さん250回なの。いやちょっと抜けないじゃん。多分張本さんは抜けない。張本勲さんってやっぱすごいんだ。もうすごい記録だから、それはちょっとねさすがに分かんない。これからあと何年かして抜くかもしれないけど、ギリギリね。だから坂本勇人っていうもう歴史上のスーパースターをさ、うん、見えてるのもすごいしさ、あとなんかオーロラビジョンが4倍ぐらいになったんだよね。あ、大きくなったんだ。大きくなったんだよ。今まであのセコムしてますかとかあの看板あったあった、あそこがもう全部オーロラビジョンになって、うん、そのビジョンに看板をデジタルで映すようになったから、ハイテク。なんかさ、すっごいさ文字がでっかくなってさ、もうなんだろう、本当になんだろう、映画館のなんか超いい映画館でさ、なんかすごいこう横に長いやつがあるじゃん、うん、もうああいう感じ、もう音もすごいし、競馬場のスクリーンとかも多分一番でかいんだよね、あれ、あれぐらいのサイズなんで、あれはあそこまではでかくないか、東京ドーム。東京ドームはもうめちゃくちゃでかいよ。だからスタメンというか、だから反対側のバックスク、うんうん、バックスタンド、あ、なんつうのこの、バックネット裏から見てもよく見える。うんうん、あ、もう全然見えるよね。もうどこの角度からでも、あ、全然 見えるし、大きくなったんだ。うん、だからもうその分さ、なんか横のスペースが広く使えるから、うん、なんか選手がこう一列に並んでるのとかもすごい綺麗に、それを映した映像とかも、ね、出るし、ポランコがグレゴリー・ポランコって言うんだっていうのもすごい分かりやすい。横文字だから。それ見なきゃ分かんない。なるほどね。なかなかフルネームで見ることない。文字がフルネームがちっちゃくなるじゃん、うん。グレゴリー・ポランコって入れるとさ、やっぱりあの、今までだったら、あれがもう、横が使えることによって、グレゴリー、グレゴリー入れられるから。そこなんだ。うん、グレゴリー・ポランコ。そのために広げたのかな。グレゴリー・ポランコって言うんだ、みたいな。俺は、そこで一つね、勉強になりましたけどね。見たよ、吉川さんのやつは。すごいよね、これ。確かに、もうあっという間の 0.3 秒って書いてあるけど。撮ってから 0.3 秒だったでしょ、うん、でその後さ、もうその、勢いで、はい、ダッシュで一塁踏んだから、そう、そのままの勢いでもうベンチ帰ってったから、うん、チェンジになって。そうなんだよね、もうだからもう、あ、何があったんだっつって、うん、次の場面ではもうあのハイタッチしてたからね、吉川さん。そうなんだ。最速なんじゃない？だからもうその、わかんない。ゲッツー史上。ゲッツー史上最速なのかな。最速でベンチに戻ったんじゃない？なんか、よくわかんないんだよ。あと何が起こったのって感じじゃない？ほんとね。ダゾーンとかさ、そういうので見てないから、うん、意外に見に行ったやつの方がよくわかってなくて、一瞬すぎて。そうだね。リプレイも流れなかった。俺もニュース見て、それだけ見たから、うん、なんかこの画像、映像で見たからね。だから正直、見に行ってたんだけど、今、この、ここに書いてあるやつ読んですげえ、うん、どのプレイがかわかんない、うん。よくわかってないんだよね、うん。いいプレイいっぱいあったから。うわーってなったけど、一瞬見なかったの。なんか飯食ってたし。なんかね、すごいフードコートが、うん、なんか、すごい綺麗になってさ、変わったんだよね。だから、うまいもんいっぱいあってさ。うん、何食べたんですか？もう、めちゃくちゃ食ったな、昨日。牛もつ煮とか。なんか。ビールも飲めるの？もう今。ビール飲めるよ。もうだって、あの、売り子のお姉さん。あ、もう復活してるんだ。復活してたよ、もう。いいね。最高だね。あれはもうみんな、なんかね。まあ、なんか、まあ、絶対、普通にあれでしょ。可愛いでしょ。なんかちょっと、どういうことと思ったけど、ね。どういうことって、ね、いや、ちょっとね。普通に可愛いでしょってね。ちょっと違うだね。芸能プロダクションの子でしょ、みんな、ね。え芸能プロダクションの子じゃないのあれ。そんなに可愛いんですか？可愛いよ、みんな。もののかさんとかね。そうだよ。そっからデビューしていったから。そうそう。まあまあ、楽しかったよね。でも2万4000人だったから、やっぱり、まだまだ空席、ギチギチではないんだ。うん、だって満帆だと4万、4000とかね、そんぐらいでしょ、東京ドームって。半分ぐらいってことですか？半分よりちょっと多いぐらいかな。うん。そんなに多くなかったかな、やっぱり。まあでも、取れるからね、皆さんもぜひぜひ見に行ってほしいな。いいね。うん、チケット。全然別に、なんか、どこでも取れるからね、今。自分で買おうと思えばね。昨日、じゃ花さんがその、東京ドーム行ってて、僕は、なんかすごい、つむつむやってたでしょ。それね、ディズニー関係のちょっと番組があって、特番あって、で、昨日その収録だったんですけど、その打ち合わせ先週ぐらいあった時に、その番組の中で、ディズニーつむつむを、
ちょっとやってくださいっていうふうに言われたから、その戦車で対決してくださいって言われた。で、俺つむつむやったことなかったから、そのためにあのダウンロードしてアプリを始めたんだよね。それもうほんとハマっちゃって。めっちゃ面白いよ、つむつむ。で、つむつむ俺そう知らなかったんだけど、なんか出てくるじゃん、なんか友達。とか、なんか、そんな、LINE 登録してる人たちの、ハート。ランキングとかで、あるある。そう、いっぱい出てくるんだけど、今やってる人が少なくて、その、結構やっぱ、一時期よりブームはあれかな。多分見たら、そう、やったことある人はバーって出てくるんだよね。でも多分今やってる人はもうそのうちの、もう10分の1ぐらいしかいなかったから、でももうハマっちゃったから、ハマっちゃったから、もう、ハートを送ってね。うんうん、友達とかにね。そうもう、時間になったらもう、その、できなくなっちゃうじゃん。やりすぎると。だから、ハートが欲しいから、ハートをとりあえずばーっつって送ったんだけどさ、で、みんなに今更って言われて、それなんか、そうだよ。だって、この、俺も3年ぐらい前に話した時も、あ、そう、3年前なんだ。話されてたの。もう、ちょっとやんなくなっちゃったけど。あ、そう。だからさ、でも、そんだけたくさんの人が昔やってたけど、もう今やってないわけでしょ、そうだ。まあ、でもまだやってる人はいるでしょ、まあ、もうもちろんいるけど。ドブロックの江口くんとかも。いたいたいた。それすんごいハマってるけどね。そんだけのたくさんの人が今やってないってなって、俺こんだけハマってんじゃん。どうやってみんなやめたのって思うんだよね。こんなに面白くて、もう今。つむつむでしょ、うん。いや、そんなこと言ったらもう全部そうだよ。テトリスも。いや、そう。どうやって俺テトリスやめたのかなって、そういうのがもう全然もう思い出せないんだよ。でもちょっとね、タピオカやめたようにさ、やめれるんじゃないですか。タピオカがこれやめてないのよ。だからタピオカもつけよ。タピオカも今そう、浅草行ったら、そう、容量がおかしいだろ。だってサウナやってタピオカやって金消しやって、いやいや全然、花さんの週30本のドラマよりは全然楽よ。あ、そうですか。週30本と相撲と野球ぐらいしかないですけど、俺は。十分、そっちの方がいっぱいですね。パンパンですね。もう。容量パンパンですか？パンパンですよ。いや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 。あ、そう、まだ空いてる。え？土屋ギガバイトまだ。ギガバイト全然空いてるよ。そう。脳がムチムチになるときは単独のときですか？そうそう、そういうなんかもう物を覚えなきゃいけないときは、脳がムチムチになる。一番メインの。メインのコンテンツだから、それは他減らせよ、その その時は脳がムチムチになるから他のものができないけどね。あ、今それがないから別に。だから今までそういうのあんまやってこなかったんだ、スマホゲームとか。スマホゲーム、いや、まあスマホゲームはまったことはあるよ。なんかこう野球の何、ああやってたね、カード集めて選手集めてみたいなのね。それでもうすっごい課金したのに、途中からもサービスが終わっちゃって、まあそういうもんだよね。そういうちょっとトラウマがあるからね。ただ課金するっていうのがちょっとまだ今できないけれども。そういうのあるよ。なんかドラマとかでもそうだもんね。なんかやっぱりよくあるもん、そういう設定のドラマね。そうそうそう。ね。スターウォーズのやつだったんだもんね。あ、そうそうそう。スターウォーズの特番でした。特番だったね。それ5月4日にやるから。メイザフォース、ビーウィズユー。スターウォーズの、こう名言があるんですよ。ああ、テレビですか？ん？テレビ？テレビかな？何の特番か分かんないです。確認してくれよ。裏取らないな。裏取れよ、それ。一番裏取んない。何の特番か分かんなかったんだけど、分かんないから俺、そう、ディズニーのなんかの番組って言ったんだけどね。自信がないから、とりあえずそうやって言った。つむつむの話がしたんだけど。まあなんか調べたら出てくるから、5月4日にその、スターウォーズの名言の、番組があるという。そうそうそう。ちょっとメールがね、結構いっぱい届いてるんですけどね。ゆこぴさんです。先週、伊集院光さんが、今度は夏さんとご飯とつぶやかれていて、あ、いつなんだろうと思っていたら、昨日の思うまい店の夫婦間とお二人の写真にほこほこしました。美味しいご飯食べただろうなと思うと同時に、お姉ちゃん今仕事終わりね。今日はたくさん唐揚げあげてるから食べていくとでも聞かれたい大将と大将さん夫婦感ありました。あ、おかみさん夫婦感ありました。これは伊集院さんとご飯食べ行ったんですか？あ、食べに行きました。はい、なんか久しぶりにお誘いいただいて、はい、美味しいの食べましたよ。あ、それが思いうまい店の夫婦感だったんだ。写真、伊集院さんと撮った写真を昨日アップしたんですけど、それがなんか思うまい
のお店を、ね、キャラが濃い店主が出てる、はい、キャラの濃い店主の2人の写真風っていうのであげたんですよ、うん、ああそういうことか。そうですそうです。インスタとかねあげるときに家族風の写真撮ったりとかね、うんうん、そうですそうですするからな。ああそっかそっか、うん、どうだった、何2人で行ったの。あ、奥様とあとお天気の郷さんと、はい、伊集院さんの奥さんと、はい、あーゴーよくしていただいて、ね、はい、行きました、うんうんうん、美味しかったな。何食べた。味噌専門のお店で、うん、おでんとかその味噌塗りたく、塗りたくったじゃない塗りたくったは違う、うん、あえたその炒め物とかそういうお料理があって、うん、めちゃくちゃ美味しかったですよ。めちゃくちゃ美味しかった。はい、代々木にあるやつね。え、伊集院さん自分で調べるのそういうのとかなんですかね。なんかいろいろやっぱ美味しいとこは知ってますよね、うん、そうグルメなんだねやっぱ ね、 美味しかったな。昔からあれだもんね、お世話になってんだよね。そうですね、前のコンビの時からなので、うん、10年前ぐらい、うん、10年ぐらい前からとかですかね、うん、はい、すごいよね。そうなんですよ。で M1 行く時も2015年の M1 行く時も衣装調達しようかとか、そう、そうですよ、仕立てようかっておっしゃってくださったり、すごい、はい、ありがたいです。そうなんだ。そうなんです。伊集院さんより多分今自分でかいですねきっと。嘘、多分身長は伊集院さんの方がでかいですけど、うん、そう幅とかは多分もう自分の方がでかいです。伊集院さんもこう結構太ったり痩せたりって、あ、すごい歩かれますよね、繰り返してるから、ね、今歩いてるんだ。歩いてると、自転車とか。あ、そうそうです。そっかそっかそっか。草焼きもやってるし。そうです。あと、美味しい里芋もいただいたりします。いや、だ自分だって里芋いつも実家にもらう。実家の里芋は伊集院さんのお誕生日の時に毎年送ってます、うん、あ、里芋のなんか何かな。里芋送ってるんだ。里芋送ってるんです。へえ、はい、11月7日です。あ、はい、秋、里芋秋ですか。里芋は10月ぐらいからが収穫です、うん、はあ、はい、じゃあ秋旬に詳しいね、なっちゃん、はい、旬に詳しいから旬のものを食べて育ったんで、うん、はい、健康です。ちゃんと把握してんだ旬をね。なんかね、なっちゃんのメール来てるんですけど、突進塾女さんいつもありがとうございます、はい、なつさんは最近オニオングラタンスープにハマっていらっしゃるようですが、これはたこ焼き生春巻きに続く2022のブームはオニオングラタンスープということでよろしいんでしょうか。オニオングラタンスープ、ちょっとオニオングラタンスープってあの玉ねぎをやっぱ飴色までこの炒めて、はい、あのコンソメで煮たりするんですけど、うん、まあオニオン丸ごとの玉ねぎをコンソメ煮にして、うん、その下にパンを敷いてチーズをぶっかけて食べるっていうのにハマったんですよ。美味しかったんですよ。うまい。まあ、じゃあ1回だけでしょ。グラタンスープって言われる。いや1回だけなんですけど、うん、いやなんかこれハマりそうだなっていう感じでしたね。でもさ、生春巻きはさ、はい、結局最後包んじゃうみたいなとこが強いじゃん、はい、ああ、うん、めちゃくちゃうまそう。え、丸ごとの玉ねぎ、お店みたいな、ね、こんな感じ、うん、全然なんか想像してたのと違うスープ。だからこれをね、はい、俺が言ってんのはこれを生春巻きで包んじゃうのか、はい、生春巻きをこっちに入れちゃうのかによってどっちが上なのかっていうのは変わってくるじゃないですか。生春巻きをスープの中に入れるの、はい、かライスペーパーをですよね。ライスペーパーをってことですよね、はい、あーなんあた丸ごとの玉ねぎを生春巻きで包んで、はい、チーズぶっかけて、うん、スープぶっかけて、いや違うな、どっちなんだろうな。いやでもライスペーパーは家にないと嫌だもんな。生春巻きブームはもう終わったってことでいいんですか。いや巻いてます。 別に食べればいいんじゃないの。巻いてます。あのトッポギ巻いて、まだ巻いてんの、はい、今トッポギ巻いてんの。ブルダックソースで絡めて食べたりします、うん、ブルダックソース。何ブルダックソース。ブルドックじゃなくて、ブルダックです。ブルダックポックンミョンのです。はい、ブルダックポックンミョンのソースです。えなんすか、なんすか、そんなゆっくり、ブルダックポックンミョン、地下芸人の、地下芸人じゃない、ブルダックポックンミョンの、ポックンミョンです。ブルダックポックンミョンです。ポンミョン、はい、何それ、何それ、辛いソースです。ブルダックってあるじゃないですか、あの麺の、
あの焼きそば、なんか黒いやつ、黒いのもあるし、ピンクもあるし、黄色もあるし。え、はい、俺何の話してんの？ブルダックポックンミョンの話ですよ。あの韓国の麺でしょ。そうです、そうです、そうです。あれブルダックって言うんでしょ。ブルダック犬の絵が描いたソースのやつでしょ。犬ブルドックソースの話ですよ。それブルドックソースの話です。そうでしょ、ブルドック、ブルドックソースじゃないです、ブルダックポックンミョンです。え、なんで、なんで知らないんですか。あ、今のでもうRCA さん降りてるからね。降りてる。ああいうのを言うともう踏みたくなるんだからね。ブルダックポックンミョンね。ブルダックポックで、ズグダンズンブングンみたいな感じでしょ。いや、ハンニャ。ハンニャの。ハンニャの。ハンニャがラッパーさんにいるからややこしいんだよ。ハンニャさんが。そうだ、いますね。ズズズン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 。ブルダックポックンミョンです。ブルダックポックンミョン。ブルダックポックンミョンです。ブルダックポックンミョン。ブルダックポックンミョン。俺言えてんだろ、俺さっき。ブルダックポックンミョンです。ブルダックポックンミョン。ブルダックポックンミョンです。ブルダックポックンミョンでしょ？ブルダックポックンミョン。いや、言えてんだろ。言えてるのに何度も訂正されるみたいな。すごい怖いんだけど。知らない発音をしてるのかな。言えてないのかなと思ってきちゃって。圧、圧かけたこうと思って。あ、それかけて。はい。え、辛いの嫌いですか？辛いの好きだけど。じゃあ、持ってきますね。なっちゃん今度またね、はい、ちょっとうちで飯でも食おうって話したから。そうです、そうです。なので。ちょっと持ってきてください、持っていきますね。ね、うん。ブルダックポックミョン。ブルダックポックミョン。ブルダックポックミョン。いや、言えてんだから。はい。はい。それじゃあ、そろそろ行きましょう。これどうですか、日本語で。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花信之です。水曜パートナーのメープル超合金アンドーナッツです。ナイツザラジオショー。今週はバラエティ番組の人気者が大集合する1週間。この後2時台のゲストは、クリーピーナッツの R 指定さんが登場です。はい、そうだ、水曜日だから、地下芸人のラジオ、地下芸人の話しなきゃいけなかったんですけど、はい、菅野智之が、4月24日の月曜日かなんかに、単独ライブ、あ、5日、25日の月曜日に、単独ライブやるんですけど、うんはい、前回あのお客さん2人だったんですよ、ねはいはい。なんか知んないけど、今回、うん、あの10名、限定って書いてました。限定限定もともと2人しか来ないし、前回2人しか来ない人が限定にする。限定にしたんです、ね、限定って打ち出す意味がわかんないけど。それ以上はもう入れられないです。入れられないってね。会場がね、あの席が10席しかないの。パイプ椅子だから。パイプ椅子、うん。いや、いいんですよ。その水曜日そういう話をしなきゃいけないわけじゃないですか。忘れてました。R指定さんが来るって話をしたところで、なんでその話を。申し訳ないですね。菅野智之差し込みました。まあ、はい、この R指定さんに質問メールもね、お待ちしております。お願いします。メールの先になっちゃんから。はい。受付メールアドレスは rs@1242.com。rs@1242.com。rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で。ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。メールが採用された方には漏れなく、その他抽選で5名の方にラジオショーオリジナルステッカーをプレゼント。はい、それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？車を高く売りたい方、車高く売れるんです。え？とにかく簡単に車高く売れるんです。え、なんで？車高しのサイトを使えば
車高く売れるんです。車高し？車高しは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力、それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかる。あとは一番高いお店を選ぶだけで車高く売れる。そう、車高く売りたいなら車高しで検索。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ず信用情報に影響する、全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。あなたとハッピー、垣穴忠史です。熊谷美穂です。値上げに勝つハッピーマネーウィーク、最終日の明日は中瀬ゆかりさんと若林文江さんが登場。知って得する初心者に優しい投資の基礎を伺います。さらに作家の林真理子さんも登場。神戸牛またるハッピーは明日も朝8時から。この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。このコーナーは有名無名問わず、いろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。そしてただネタを紹介するだけでなく、その芸人さんはどの舞台が合っているのかを東京劇場専門家の安藤夏さんに決めてもらいます、うん、先生今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、苦笑い。お願いします。芸人さんにですね、動画でネタを送ってもらってます、はい。スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。後ほど番組ツイッターに動画をアップするので、ぜひご覧ください、うん。さあ、それでは早速ネタ紹介していきましょう、はい。まずはこちらの方です、どうぞ。花輪を訪ねて三千里、鹿児島太郎。太郎ちゃん、どうも、鹿児島太郎です。今日はですね、僕の地元の鹿児島の全43市町村の特徴すべて言います。いきます。まず鹿児島県鹿児島市ですね。これは鹿児島の県庁所在地と言われておりまして、目の前に桜島、内海の錦江湾が広がる、これが鹿児島県鹿児島市です。飲み屋街といたしましてはですね、南九州市の繁華街天文館もございまして、そしてですね、飲み屋の後にぴったりな鹿児島も絶品でございます。あと焼酎どころの鹿児島ですからね、芋焼酎の桜もたくさんございまして、まずですね、そしてかき氷にね、練乳をかけた白熊アイスのも絶品でございます。旅行に来るとしてはですね、そして九州新幹線が通りましたから、九州新幹線いろいろと行けるので旅行の便宜もいい。それが鹿児島県鹿児島市です。続いての市町村、続いての市町村もですね、緑豊かなのどかさが特徴の市町村です。それはですね、鹿児島県鹿児島市以外の全部です。全部のどかです。勉強になりましたね。まとめてきた、ボイボイ入った。はい、ありがとうございます。太郎ちゃんまとめてきたね。まあ、先週ね、かなりこう彼の話しました。鹿児島太郎ちゃんがもう早速ネタ送ってきてくれました。こういうやつ、その前々話のも見たやつ。そうそう、こういうやつ、あのもっとあの3分ぐらいあったやつをね、うん、多分こう1分用にね、すごい変えたんだろうね。ずっとこれね、なんかこうパネルっていうの、こう鹿児島の形をしたパネルを持って、ね、途中ちょっとあの、
あの聞き取りづらい。はい、聞き取りが全然分かんなかった。早口でね。早口すぎるよ、ね。まとめてきましたね。ね、でもデスにすごい時間を取ってますよね。そうだね。デス。うん、太郎ちゃんに可愛い。可愛らしい、ね。いいですね。さあ、それでは鹿児島太郎ちゃんね、東京に来ましたから。ね、東京に来て今度単独ライブ。はい、もうなんか早速やるみたいで。で、なんか家のさ、うん、自分の家の写真とかをさ、送ってきましたよね、結構ツイッターとかに上げてるから、うん、やめた方がいいんじゃないのって言ったら、うん、いや、そんなことないです。うん、昨日部屋の前にお米が置いてありました。ファンの人が、お米くれたんだって。よかった。だから、いや、それは逆に言うと突き止められちゃってることだから、いいやめなっつってんのに、ね、単独ライブのさ、チラシも自分の家の前のチラシ作っちゃってるから。やめなよ太郎ちゃんってさ、すごい面白いんだよ。さあね、東京に来ましたから、ちょっと太郎ちゃんにおすすめの劇場を、ね、お願いします。これはもう太郎ちゃん家の家の近くの阿佐ヶ谷アートスペースプロットです。あ、でもそこで単独ぐらいでやるらしいからね。え、そうなんですか。あ、もうやるんだ、うん、あ、もうやるんだ、うん、最高じゃん。あ、じゃあいい、だからちゃんと自分で抑えてんだよ。家の近所のね、え、あ、すごい。俺にも連絡来たの、5月の何日かにやりますんで、よかったですね。ありがとうございます。すごい。はい。うん、さあ、それでは、続いて、こちらの方です。どうぞ。お笑い特化型爬虫類、萩野リサードマン。萩野リサードマンの細かいモノマネ。まずは、ありがとうございました。またお越しくださいませ。の抑揚が強すぎて、ほぼ発音していない人。あ、したませ。続きまして、チラシを配る時の声がコピー機の音に聞こえる居酒屋の店員。シューン。写生どうぞ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 。最後に、ずっと面白くない夜店のおじさん。はい、牛串1本700万円。よろしい、1本。はい、100本ね。はい、お釣り300万円のお返し。はい、暑いからやけどしてね。4級。以上です。どうもありがとうございました。いや、いいね。はい、ありがとうございました。さすがだね、もう。萩野リザードマン。いや、なっちゃんが一押しなの。面白くないですか。ツイッターにも上がってるんですよ、めちゃくちゃ。ネタが。こういうネタね。はい。300本以上あるって言ってたよ。いや、すごいよな。こういうの。やっぱね。あともう、細かすぎても出てるんだね。ね。いいね。これはもう、うん。先週も言ってたっけ、萩野リザードマン。そうですね。言ってましたね。どういう人なの。もともとコンビでやってたんですけど、うんうん、まあそのコンビ時代なんかもうマクドナルドの外観を段ボールで全部作るみたいな単独ライブやったりとか、確かし、うん、すごい段ボールとかでなんか小道具を作るのすごい上手い。それもこの萩野リザードマンの方がやってたんだ。うまいですよ、面白かったですね。はい、まあ、300円でコスプレ衣装作りが特技って書いてあるもん、ね。本当だ。すごいね。なんか、才能あるんだね、いろいろ。ねえ。めちゃめちゃ面白いんで。うん、はい、大好きなんですけどね。いいですね。さあ、じゃあ、このアギノリザードマン、どこの劇場が向いてるでしょうか。うん、判定お願いします。サンマの工場委員会、モニター横。すごい。なるほどね。楽しい。なんかイメージ、それはでも、その、意外にさ、はい、あそこはさ、はい、どういう風に振るんだろう、モノマネ。なんか、もう閉店シャッターとかそういうことですよね。閉店、なんか、そうだね、うん。なんかあるかっていうのかな。はい、途中のやつもね、何か来るかもしれないけど、久々にでもこれ、このコーナーで番組が紹介されたんじゃないですか、これ。久々にですね。久々にテレビにっていう。そうですね。確かに。いや、いいよね。モニター横でぜひ見たいですね。完成度高いですよね。ねえ。そうだね。ネタもいっぱいあるということですから。萩野リザードマン。はい。いいと思いますよ。萩野リザードマンでした、うんうん。さあ、ということで、今日のネタは以上になります、はい。そして来週はですね、過去にこのコーナーに出演した TC クラクションとジグザグがスタジオ生登場です、うんうん。あ、そうなの？はい。これは、すごいね、なんですか、自分たちの劇場の威信をかけたネタバトルを繰り広げます。そんな感じで発展していくんですね、これは。なんかコーナーはすごいね。阿佐ヶ谷 VS 中野みたいなことが。あ、なるほど。そうそうだよ、街を背負うの、うん、すごいね。街ごとなんですね。街を背負っての
戦いになっていくんでしょうか。戦国時代みたいになってきてるからね。そうかそうか最終的にどこの阿佐ヶ谷が統一する可能性があるか。阿佐ヶ谷ちょっと強めですね今ね。阿佐ヶ谷が統一するって何え、どういうこと。阿佐ヶ谷が統一するって。だからもう下北空間リバティの名前も阿佐ヶ谷空間リバティでしょ。いやこしいな、みんなが迷うだけでしょそれだこれ自分たちの劇場の威信をかけたネタバトル、来週ね、はい、TC クラクションとジグザグが来てくれます。お楽しみに。以上、ニュースター発掘しましょうでした。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 チャーハン大王出川哲朗登場。チャーハンのもとなら長谷園。卵、チャーハンのもとなら長谷園。ご飯、チャーハンのもとなら長谷園。このうまさリアルガチ。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にも、スーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも、試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は、無料の確認ダイヤル。0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10にお電話を。日本放送ナイツー、 The Radio Show。 ここでアミドのサイエンスがお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。今度の日曜日、お天気が良ければ横浜象の花パークの散策と港未来を回るクルーズを楽しんでみませんか。4月24日日曜日、象の花お散歩クルーズ with 水卓が開催されます。小型船の水卓に乗って港未来を回るクルーズで、普段なかなか見られない船上からの港未来の名所を案内してくれます。ガイド付きの約30分間のミニクルーズです。料金は小学生以上1人1000円です。事前予約はなしで、象の花テラスで当日お昼12時からチケットが販売されます。まずクルーズの前に象の花ボランティアスタッフの方によるガイド付きのお散歩がありますので、こちらから楽しんでください。ミニクルーズの最後には横浜三島が見えるポイントもあります。クルーズの後は象の花カフェで人気の象の花ソフトクリームや象クッキーなどがもらえるプレゼントもついています。象の花お散歩クルーズは24日の日曜日です。屋外のイベントなので天候によっては中止の場合もあります。お天気を見ながらいらしてください。横浜
スタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さんはやっぱり、はい、春の旬の食べ物でお好きなものとかって、ああ、うん、やっぱりフキとかタケノコとかの煮物。あ、煮物ね、はい、やっぱこう冬のね、デトックスみたいなね。あ、うん、そうですよね、体にいいし、体にいいんでね、この今ならではのね、うん、味ですもんね。そうなんですよ、はい、ね、よかったら食べてください。はいありがとうございます。送りますんで。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。窓を開けようかな。換気が大切なこのご時世、網戸を見直しませんか。 3S は網戸一筋32年、空気清浄網戸など様々な網戸をオーダーでお作りします。網戸は 3S ね。網戸で開く新時代 3S、 お近くのガラス屋さん、サッシ屋さんで。日本放送ナイツザ・ラディオショー。メール来てますね。はいはい、シンゴタンさんですね、うん、野菜の旬のことでわからないのがあります、はい、イチゴの旬ってどうなってるんですかね。前は6月頃だったと思いますが、最近は冬の野菜みたいになっています。うん、裏取りだった。裏取りしなくてもいいので皆さんの意見を聞かせてください。裏取りしなくていいの。いいですよ。冬だよね。冬ですね。冬のイメージだね。やっぱりなんか寒い時にいちご狩り行って、うん、あ、中あったかいんだみたいな、ハウスの中あったかいんだみたいな感じのイメージあるからな。冬だったと思いますけどね。裏取りしなくていいんだもんね。裏取りしなくていいですよ。冬ですね完全に。いちごは冬です。裏取りしなくていいけど断定しなくてもいいじゃん別に。冬じゃないのかなとかにしときゃいいんじゃね。いちごは冬です。裏取りしてないでしょ、だって、はいね、しないっていうのって結構いいですね。断定して言えるし、まあ、なんか80年代に戻った感じだよね。いや80年代もそれで許されてたのか知らないけどね。多分途中で訂正入ったりとかしたと思うけどね、放送中だったら。ね、うん、冬ですね。勝手なね、緩いというイメージですけども、ありがとうございます。まだいきます。普通おたね、ラジオネームキジトラトラちゃんさんですね。花輪さん出演のマクドナルドの新 CM 見ました。うんうん、フランケンシュタイン化した花輪さんのクオリティの高さに目が釘付けになりました。メイキャップにかなり時間がかかったのではないでしょうか。かなり時間かかった。これ見たなっちゃう。見ましたよ。ね、すごいよね。注がれてましたね。なんかすごい時間かかった。館の中から、ね。でもちゃんと花輪さんってわかりますね。そう。わかる？わかる。わかりました。すごいよね。花輪さん。なんか顔がやっぱり印象的なんだろうな。花輪さん。あと、フランケンも大変だったんだけど、うん、この中に着ている、肉汁のあの、アンパイアみたいな。防具みたいなの、うん、防具みたいの、うん、アメフトの防具みたいのをずっとつけてなくて、肩幅がすごいから、うん、それが結構なんか大変だったね。一日中ずっと外せないんだ、うん、外せなくて、あとその一応田んぼのおじさん、あのシーンもあったね、うん、あるじゃないですか、伊藤沙莉さん、うん、あれもさ、東京のさ、普通の都内のスタジオにさ、うん、あれ作ってさ、うん、CG で全部、そうなんだ。やったんだけど、すっごいリアルに作ってて、もう本当に、長靴で入った時にズボってなって、うわ、ここすごくないですかね。こんな深い田んぼを作ってた。よくこんなん作れますね、みたいな。で、田植え指導の先生も、来られて。田植え指導。うん。で、こうやって、まず、こんだけつまんで、ここにこうやってやるんですよ、みたいなのを、やってもらったからね。すごい。ちゃんとする。すごいね。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。本当に。うん、よくわかんないんだけど。メイクは時間かかったんですかって、フランケンのやつは。フランケンのメイクだけで2時間ぐらいやっぱかかったよ。あ、まあ、2時間ぐらいか。かかったかかった。どこを変えたの、これ。どこを変えた？いや、目のところか。目、頭。とにかくね、何度も何度も顔にスプレーかけた。ね。スプレー、うん、色をとにかく何層も何層も。ああ、じゃないとこの色出ない。うん、特殊メイク。だから、青白い、メイクさんが特殊メイクのメイクさんと、普通のメイクさんもいらっしゃったね。で、わざわざその形とかも全部事前に、それこそ 3D プリンターみたいなやつとかで、作ってもらったり。なるほど。すごい、うん、今やってますんでね、皆さん見てください。あ、ちょっとね、フランケンが泣いてます。中ばっかだった。この後もまだまだメールお待ちしております。
時刻は1時54分になりました。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。ウクライナ情勢を踏まえ、日本政府が国外追放を決めたロシア大使館の外交官らが今日午後、ロシアの政府専用機で羽田空港から出国しました。外務省によりますと、追放の対象は東京のロシア大使館に在籍する外交官と在日ロシア通商代表部の職員の合わせて8人です。ガルージン駐日大使は含まれません。ロシアの外交官の追放は初めてということです。アメリカやヨーロッパ各国は相次いでロシアの外交官の国外追放を発表していて、足並みを揃えた形です。次に、20日の東京外国為替市場の円相場は、円がドルに対して一段と下落し、一時1ドル129円台前半をつけました。朝方のシドニー市場では一時1ドル129円40銭まで円を売る動きが進み、2002年4月以来20年ぶりの円安ドル高水準となりました。円相場は1週間で3円以上安くなりました。アメリカの長期金利の上昇を受け、日米の金利差の拡大を意識し、円を売ってドルを買う動きが続き、節目の130円台に迫りました。これについて磯崎官房副長官の記者会見です。この為替の安定につきましては非常に重要でございまして、特に急速な変動は望ましくないというふうに考えております。米国等の通貨当局と緊密な意思疎通を図りながら、政府として適切に対応してまいりたいというふうに考えております。で、こうした中、日銀は今日、長期金利の上昇を強力に抑え込むため、利回りを指定して金融機関から国債を無制限に買い入れる指し値オペの実施を通知しました。長期金利の指標となる新規発行の10年債を 0.250% の利回りで買い取ります。日銀が金利を抑えると金利を引き上げているアメリカとの差が広がり、為替市場では円安ドル高が進みやすくなります。ただ、安くなった円を買い戻して儲けようとする投資家も多く、円相場は上昇する場面もありました。おしまいに、アメリカ動画配信大手のネットフリックスは19日、世界の有料会員数が先月3月末時点で2億2164万人となり、去年12月末から20万人減少したと発表しました。会員数が減少したのは過去10年間で初めてです。日本やインド、それにフィリピンなどアジア地域は順調な成長が続きましたが、ウクライナ侵攻を受けたロシア事業の停止が70万人分の減少要因になったとしています。この時間のニュースは以上です。森田デスクでした。ありがとうございました。洗濯機に洗剤入れたら、ダニクリーン丸ごと防ダニ仕上げを柔軟剤の投入口に注ぐと。ダニの立場で言わせてもろたら、こんな簡単に防ダニされてほんま迷惑。ダニクリーン丸ごと防ダニ仕上げ、すなすな、生き生き植木。続いて日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、お願いします。はい、圏央道の緊急の工事に伴う通行止めは解除されました。圏央道は両方向の牛久網インターと阿見東インターの間の緊急の工事に伴う通行止めは午後1時40分に解除され、両方向とも通れるようになっています。高速道路の状況です。常磐道の上り線は三郷トンネル付近で作業のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インターで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京の日光街道の下り線は荒川区南千住1丁目でトラックの事故のため昭和通りへ伸びて2キロ渋滞しています。首都高速道路は7号線上りの両国ジャンクションで2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分ごろお届けします。さあ、この後はゲストコーナーです。本日のゲストはクリーピーナッツの R 指定さんが来てくれます。楽しみに。あ、覚えた。
がんのリスクが簡単にわかる N ノーズ、クリックホールディングス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花信之です。メープル超キャンドーナツです。さあ、それでは2時の天気予報、なっちゃんからお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 12.8 度、湿度 79%。 東京地方今日の天気は曇り、関東地方は曇り空が続いており、この後も急な雨や雷雨がある見込みです。予想最高気温は都心で15度と空気はひんやりしたままです。 R 指定が君臨、 JOLF、 L 歌舞伎が降臨、 TWL 合わせろ周波数1242、萩野の前のコンビローズヒップファニーファニー以上、安藤夏が2時の天気をお伝えしました。ちなみに R さん、ブルダックポックミョンって踏めますか？ブルダックポックポックミョン、ブルダックポックミョン、何でしょうかね。ブルダックポックミョン、すぐラップしてストンキョなリズムを刻むとか。すごい。すごい。いや、ちょっとね、荒いんですけど、そんな感じだったんですか。ねずっちみたいな感じだね。ね、速さがねずっち、速さがねずっちだよ。整いましたみたいなあるっすね。ねずっちに立てられて嬉しいかどうかわかんないけど。でもあれはすごいんでね。でもたまにねずっち越すときあるんでしょ、速さで。え、花さんが？ね、なんか速さで？そう、なんか速さでとか。ねずっちことある花さん。速さっていうか、あの結構あのいいやつが、俺がすごいできたいいやつも、ねずっちのですって言ってることあります。漫才でね、ネタでやってるけど。ただやっぱりねずさんの速さはもう絶対無理。あれはすごいよね。すごいですね。無理です。もうすごいですね、やっぱり陰の。でもまたなんかちょっと脳みそは違う感じでしょ、その同音異義語とは。あ、そうですね、また違う、ね。あれはあれでやっぱすごいですね。逆にこっちはそのそんなに意味つながってなくても無理やり、響きだけ合ってたら間の言葉で何とかするとかあるんで。あ、そうですか。その、いやでもすごいな。そのテレビ見てたんです僕、フリースタイルダンジョン。はいはいはい、あ、飛んじゃう人とかいなかったんですか？あ、全然いますよ。あ、いるんですか？普通にめっちゃいます。いやし、そうですね。あ、やべ、あ、やべみたいになっちゃう人。やべもおるし、何も出てこないもおるし、めちゃくちゃ噛んじゃう人も全然いるし。やっぱりいるんですね。その後のなんかリカバリーとかでなんとかうまくできるかどうかみたいな。リカバリーが、それをまたさらに入れて。そうですね。なんか、噛んだけど、なんか。そう、噛んだということもそのままラップにして、なんとかそこから盛り上げるみたいな人もいますし、そういう感じなんだ、お競技としてはね。いや、でもちょっと、まあ我々でも初めてですもんね、なかなかちょっと。そうなんですよ、いつも見てますけどね、聞いたりしてるんで、ね、よく見てますよ。滑らない話とかも出てましたもんね、芸人さんの中に入ってね。すごいやってるよ、本当に。とんでもない現場ですね、本当に。もう恐ろしかったです、あれ。恐ろしかったですか？もう怖すぎて。確かに逆を考えたら怖い。僕がフリースタイルラジオ出るみたいな。いや、そう、なんか、そうなんですよ。なんかそれで、きついっすよね。一回だから、いや、本当に無理ですって断ったんですけど、ちょっとまさすがにね、言ってくださってるか頑張ろうかって言ったんですけども、テレビで見てる人たちがゲー吐きそうな顔で緊張してるから。どうして、お笑い芸人以外のゲストがあの時僕と、ピアニストの清塚さんと、で、三谷幸喜さんやったんですけど、そう、なんかあのサイコロがね、なんか違う人のやつが出たら、そのここで登場してもらいましょうみたいな感じでやる感じでしたよね、なんかパターンね。あんな登場の仕方で、あんな登場の仕方で面白い話だった。すごいことしたなと思います。そのトークって何回、1回1回なんですよ。1回で
やったやつですよね。そうなんですよ。もうその後も終わりですもんね。もうそれで終わり。ありがとうございましたなんですね。ね、三谷さんだけが2回出たんかなって感じなんですけど、やっぱもう僕も三谷さんも、うん、すごい緊張してたんですけど、清塚さんだけヘラヘラしててすごいな。ピアニストのメンタルすごいのかもしれない。緊張しないですか？余裕でしょみたいな感じで。特別そうだけど、ね、その、 あの ラップの話だったじゃないですか。はい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 。もう例えばもうあと何個かあったとして、うん、そのラップ以外の、はい、ほんと普通のなんか話とかあったんですか？普通の ありました。あの それこそ日本放送でラジオ終わって、うんうん、そうそう レギュラー終わってマネージャーとタクシー乗って、うん、朝方やったんで、うん、寝てたんですよ運転手さんが、うん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 、であのすいませんって起こして乗っていったんですけど、うんうんうん、なんか僕とマネージャーが会話してる横で、うん、なんかずっとなんかでなんか声が聞こえてきて、うん、なんか、うん、とかす、うん、あれなんか声が聞こえると思って、うん、であのマネージャーとかにも何ですかねこれなそのあーっていう声がもう言い訳不能なラインで、あこれすごいことなってるねみたいな女の人の声が聞こえてきて、どうやら運転手さんがそのちょっとエッチな動画を流したまんま寝ちゃってて、で多分俺聞いたことあるんですよ、トラックの長距離の人とか寝ないようにそういうちょっとエッチな動画をやったら興奮して、で多分運転手さんもそれやって寝ちゃってて、俺ら来て消すの忘れて動画大音量で流れたまま運転してた。最悪で信号待ちとかでもなんかとか言ってすごいの聞こえてて、でも運転手さんももう前向くしかなくて、で僕とマネージャーが気使って窓開けたりとか、明日集合何時でしたっけとか大きい声でごまかしてて、で運転手さんがこうゆっくりその信号待ちの間にゆっくりとそのエッチな動画の音声を下げて、ゆっくりラジオの演歌をゆっくり音を上げて、そう DJ の存在で入れ替えしててみたいな。やっぱり追い込まれると DJ みたいにできるんですよ。なるよ、綺麗にちゃん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 って入ってきたんだ。すげえ、つなぐの上手い、つなぐの上手い。それも面白い。面白いな、さあじゃあ今日はですね、はい、この後 CM の後もたっぷりと R 指定さんお付き合いいただきます。はい、お願いします。最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まずは相続税がいくらなのか無料でご確認を。お電話は 0120-400-800-400-800、 東京税理士会所属税理士法人48。ワンセブンライブで配信をしているさくらです。オーディションを勝ち抜いてトム・ブラウン・みちおさんのラノベの宣伝大使に就任しました。トム・ブラウン・みちおが手掛ける異世界デカグロファンタジー、異世界巨大生物 VS 元アスリート、ウェブで好評配信中。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10 にお電話を。毎日2時台、最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒にお送りしています。改めて本日のゲストはクリーピーナッツの R 指定さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、先週からはね、まあクリーピーナッツお二人ゲストということで呼んでましたが、まあちょっと残念ながら松永さんが、そうなんですよ、ちょっとね陽性ということで、ね、今日は R指定さんお一人でいただきましたけれども、うん、ね、あのそうそう、ビバリーも出たでしょ。もうそろそろ良くなる頃コロナ。あ、ごめんなさい、コロナ花さんのリリックを邪魔してしまって、ね、そうですね、そうですね、出てこない
妖精家で来ましたね、アナさんね。仕上げてきてるから、今日も。今日ラップバトル仕上げてきてるんです。バンバンです。ギチギチに仕上げてるんです。興奮してますから。ちょっと、思い出、若手の頃思い出さんとな、その道で仕掛けられ、道でラップ仕掛けられた時の気持ちをちょっと取り戻さないと。そんなことあるんだ。ありますよ、道で仕掛けられる。ストリートファイターみたいな。そうです。MC バトル出てるって顔が割れ出すと、クラブ行ったりとか、もうクラブの近くのコンビニとかで、普通にお客さんとか、おい、あるしてみたいな感じで、急にラップ始めてきたりみたいな。で、やっぱそれに答えないと、ちょっとみたいな。何それ、まあ、そんな世界なんだ。結構あります。俺渋谷の喫煙所でやられたことありますよ。一人で人待ってる時に、うん、あ、アルシテさんですよねって言われて、うん、はいって言ったら、いやお前こんなとこでタバコ吸ってんじゃねえお前も吸いに来てるやろ喫煙所に。あ、そう、ちょっとあの頃の気持ち思い出します。いつ来るか分かんないそれ辛いな。でもな、面白いことやれみたいなね、その現実に対してすごい。まだ30歳でね、中学1年生の時にモノグラップとやってっていうの、はい、これな誰かだろう聞いて、一番最初聞いたのは、うん、ソールドアウトっていうグループで、うん、それがなんか有線のラジオで流れて、うん、でそのまま CD 屋さんに行って日本語ラップのコーナーを漁って、うん、そこで、ジブラさんとかライムスターさんとかを聞いて、うん、めちゃくちゃハマっていったという感じですね。でその中書き始めた中2から。そうです、あの歌詞を書き始めて中学生の2年生ぐらいから、いっちゃん最初に、はい、何書いたか覚えてますか。一番最初に なんか多分あの中学生でしょ、なんか文句やったような気がなんか あのバレンタインとか卒業式とかで、うん、なんかあのあ卒業式かな、ボタンもらってる人の文句を書いたって、と思う、ね、モテる男に対するそういうひがみみたいなのを書いてたような気がしますね。しょうもないの、そういうの書いてたな。中学生らしいですよね。そういうの書いてる気がします。で高校生の時からもう、はい、活躍活動されて、うん、そうですね、ライブとかをし始めてと、いうことですもんね。すごいです、この日本最高峰の、UMB ですか。そうですね、 UMBMC バトル大会ね、はい、これ大阪大会5連覇、全国大会3連覇、すごいな、これはすごいですよ本当にねえ、フリースタイルダンジョンでは初代モンスター、はい、そうか、2代目のラスボスだ。そうなんですよ、あの、うん、ハニヤさんという方からこう受け継いで2代目でラスボスを、ラスボス、いや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 、もうすごいね。そしたらこういうのはなかなか、そのお笑いでいうとどういう大会になるんですかね、うん、その大喜利大会とか、まあいう感じなのかな。そうでしょうね。もうやっぱり強いってことだよね。単純に。ね、うん、謎かけ大会とかないもんね。だってね。ねずっちラスボス務めてる。そういう大会ないもんな。これ上手くなるもんなんですか。これ人は練習して。まあでもそうですね。大体練習して上手くなるし、やっぱやった量でラップなんかは。うん、でも発想の部分ってなかなか、練習しても、もうその人独特のものになっちゃうんですけど、もうラップの基本的には歌唱とかリズム感とか、うん、歌い方なんかはやっぱやればやるほどみんな上手くなっていったりはしますね。その普段の生活の中でなんか思いちゃうんですか、やっぱりなんか。もう言葉が飛び込んできたらラップが思い浮かぶとか。ああ、でもね、これも時期によると思うんですけど、今僕は結構その、普段目に飛び込んでくる言葉とかは歌詞に使えないかなっていう感じで考えたりするから、それで韻を踏むというよりかは、それをどう表現しようかってことを考えるんですけど、バトルに出まくってた時とかはやっぱこう飛び込んでくる文字で、まずはこれで韻踏まれへんかなみたいな考える時期はみんな通ってくると思うんですね、全員。そうだから駅名とかで全部こう、うん、電車乗ってる時に駅名で韻考える人もいたりとか、レストラン行ってそのメニュー表を見ながらラッパー友達とかとこの韻を考えたりとかあったりします。あ、もうそういうのをやるんですね、みんなで。そういうのやるんですよね。だから、うん、さっきのその花尾さんの仕掛けるみたいな感情も、うんうん、ラッパー同士でやっぱやるそのやっぱやるんだ。なんかメニュー見てーなんかあのあティラミスか、うん、みたいな感じで、うんうん、ティラミスって書いてあった、うんうんうん、ティラミスか、まあでもちょ食ったら太るからちょっとこの後ピラティスとかしてちょっとやってで言ってなんか普通の会話やと思ってスルーしちゃうんですよ、うん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 、そうやな、うん、とか言って返しちゃうと、うん、なんか
あれみたいな、気づいてないみたいな、よしよしみたいな。で会話を遡るんですよ。あれってことは踏まれたこれで遡って、ティラミス、ピラ、あ、ピラティスやられたなみたいな、やられたみたいな、でももうちょっとニアミスで気づきそうやってんけどなとか、あめちゃくちゃ返したりとかして、一回スルーしたのを取り戻すわけだ。そう、それでなんとか取り戻してみたいな、そういうやり合いを、ね、やっぱ言われた方のやっぱりリアクションとかもあるんですね。そうなんです、あるんですよね。うまいってすぐ言った方が、気づかずにパッと忍ばしたりと か逆にもその場でおーってなったりとか。でもそのなんか受け方がまたおしゃれですよね。なんかね、だってあの漫才協会の師匠とかもすぐうまいねって言っちゃいます。そのまんま、うまいねってすぐ言っちゃう。だからなんか分かんないけど、70超えてきたらただのダジャレ止まるんじゃん。師匠、あるしでしょ。うまいですね。恥ずかしいです。かかってんすかそれ。ピラティスでしょ。最悪や、年して後輩にそうだよ。いやいや、違う違う。返してくれ、返してくれってんだ、それは。うまいですね。まあでもね、いつかね、漫才協会入っていただくわけじゃないですか。それはやっぱり。なんで当たり前のように。それはやっぱり、ね。来ないな、それは。え、雷も入ったし。ボキャブラ世代みたいに言うなよ。金谷秀幸さんみたいに言うな。浅草キッドにも出てましたからね。浅草キッドとか出てました。でも恐れ多いんですけど、その、すごい嫌な役で登場したんですよね。もうほんまにその師匠がね、こう、あのね、働いてるところで、その、なんか、それこそ安易に、なんかおもろいことやってくださいよっていう工場の若者みたいな感じで。どさくさしれっと出てましたからね。どさくさきっと。浅草きっと。どさくさきっと。いや、出てましたけど。やってるな。でもなんかその。なんかやっぱかっこよくねえんだよな。なんさんの、なんか、銀がなんか、なんかただのダメなんだよ。どさくさしれっと出てましたからね。何おう、おう、泉、よう、よう、大泉、よう。おう、泉、よう。ようが入ってるからね。なんかね、なんかね。調子狂いますか？本当だよね。なんか調子こい。鼻はステリーしますか？鼻はステリーはしないですよ。何ですか？いやでも、鼻禁止。あの、だから、役も、すごい、あの、ハマり役ですよね、R指定の二人。そうなんです。クリピの二人がね、またね。そうですね。なんかあれは、でも僕はやっぱ難しかったのが、標準語で喋るのが。関西弁だから普段の時は。だから標準語でなんかやってよみたいなのがすごい自分で後で見て違和感がありました。そうですか。標準語変やなみたいな。じゃあラップも関西弁で、なんでやねん、みたいな本が本当は作りやすい。そうですね。やし、結構それをものにしてるラッパーとかもいて、関西弁やからこそかっこいいラッパーもいるんですけど、ほとんどの人がやっぱラップの時は標準語も使うし、みたいな感じになるんですけど。なかなかね、難しい。でも関西弁もラップでバチンとハマればめちゃくちゃかっこよくなったりはするんですけどね、そこの方言とかも。ちょっとね、名帳名簿っていうやつあるんすよ。はいはい、我々の師匠がね、師匠内海恵子が稽古いっぱいしたやつなんですけど、あのそれ、あの名帳名簿ちょっと対決したいというか一緒やりたいんですよね。でもどうなんだ、そのラップのイント関係あるのか。名帳名簿ってちょっと説明しないと分かんないですよ、これ。名帳名簿って言って、あの本当百何十年前ぐらいに、あの子供たちがみんな遊んでた言葉遊びなんですよ。はい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 、で、名帳名簿、木に取り留めた。何の木に留めたで、まず木ですよね、はいはいはい。で、その後に何取り留めたっつって、今度鳥。はいはいはい、うん、例えば、ほうきに留めた。はい、何取り留めた、ちり取り留めたとか。あ、そのほうきにちり取りってかかってるじゃないですか。はい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 、そういうのを昔、百何十年前からやってたのを、子供の頃から稽古師匠は、それをすごく好きでやってたんです。でそれを漫才に取り入れて、はい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 、まあ一応僕らとかとずっと舞台に一緒に4人とかで、うん、100年前の漫才だよとかでやってたやらされたけどね。これはでもある意味ちょっとラップに近いのかなって、はいはいはい、ちょっと思ったんです。まあそうですね。子供たちがストリートでね、対決してたみたいな。確かに、そうですね。取っちゃうことなんですけど。うんうん、めちゃめー僕。また木に取り止めた。何の木に止めた。掃除機に止めた。掃除機に止めた。はい、何取り止めた。吸い取り止めた。うまい。いいですね。これは。よっしゃ。やるわ。なるほどな。すごい。これどうですか、どうですか、これ。ちょっと、そうですね。ちょっと一回やってみ、やってみます。やってますね。じゃあちょっと、名帳名簿、木に取り止めたって言ってもらっていいですか。あ、はい、僕が。はい。はい、名帳名簿、木に取り止めた。何の木に止めた。
病気に止めた。おお、病気。何通り止めた。一命取り留めた。おお、今まで稽古師匠が病気は鉄板でやってたんですよ。病気で脈取りっていうのをやってたんですよ。脈取りね。脈取りよりいい。脈取り。いい稽古師匠超えてて、脈取りってあんま言わないもんね。今脈取りなんかしてねえだろ。全員が思ってたから。言わなくていいけどそれは。いや、すごいね。すごい、ね、やった。あ、なっちゃん参戦しようとしてる。おお、え、名調名木、何の木に止めた。木に取り止めた。何の木に止めた。バイクをファンキーに止めた。ファンキー、バイク、ああ、バイク乗るからね。うんうん、何通り止めた。ミネ、藤子木取りで止めた。おぉ、藤子木取り。うまい。ちょっと。ね、普通にすごい。すごいですよ。普通にすごいな。そう、名調名木バトル。すごいね。バトルね。すごい。土屋さんあるは何ですか。ある、ありますよ。そんないくらでもありますよ。弟子なんだから。そうですね。名著名目、木に通り止めた。何の木に止めた。ウィスキーに止めた。サントリーでしょ。それダメだよ。それあるやつだから。あるやつなんですよ。やめてよ。教科書。教科書言っちゃったんですね。そう、ごめん。もうマジで考えてなかったから。やっぱと思って。これダメだよ。いや、この後も、あ、岸田さんお付き合いいただきます。お願いします。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力の維持をしていくことが大切です。おすすめは最瞬間制約書の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。中高年の方の歩く力を維持することが報告されている特保ではなく機能性表示食品です。歩みのゼリー根の力、まずは無料の3本セットを試してみませんか。お問い合わせは0120-777-444、 最瞬間制約書まで。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか。んー、紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる。はい、大丈夫ですよ。明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ、ただいまドライブマイカーリクエストを募集中。松任谷由実です。春は片手で彼女の肩を抱いてドライブ、最高ですよね。片手運転、分け身運転は絶対に見逃さない。ドライブは安全運転でお願いします。さあ引き続き今日のゲスト、クリーピーナッツのある指定さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとお願いしたいことがまだあるんですよ、うん、はいはい。昔 5,6 年前に、はい、我々ナイツで、はいはい、漫才協会ラップっていうラップを作ったんですよ、はいはい、で一応歌詞僕考えて、はいはい、あるんですけど、その添削みたいのもし、あ、せっかくなんで、うん、ちょっと
やっぱりラップ日本一の人にしてもらいたいなと思って。これ聞けますかね、漫才協会。漫才協会ラップ。聞きたいです、聞きたいです。14年前、魔石会長が魔石じゃない。東洋館で化石のような師匠連中の正体見て紹介。内海恵子の弟子になる。豪からしたらこいつら誰だし。着物畳んでお茶出して。ただそれからがまあ奇跡。最近始めたツイッター。俺からしたらそこ行った名帳名簿やりたがるけど緊張迷惑してんだよ、yeah. 稽古しない稽古にあるけど稽古した方がいいんじゃない師匠が来るとみんな喜ぶけど舞台に師匠を来たしてんだよ満強ら満強ら寄ってくれてる長い目聞いてこの辺ね、こういうのはずっと続く。なるほどね、はい、満強ラップなんですけど、どうですか、魔石会長が満席じゃない東洋館でみたいな。普通にうまいっすよね。あ、いいですか。普通にうまいっすよね。なんかすごい。なんかね、でも俺結構やっぱ、はい、あのラッパーじゃない人がやるラップの、うん、こういうなんていうかな、その、韻をこの思いついた場所に置いていくっての俺結構好きなんですよ。これ結構ほんまにちゃんとしたラップやったら、ちゃんとしたラップって言ったらごめんなさい、ラッパーが考えちゃうとこの韻を踏んでる場所をその文の最後にしちゃうんですよね。例えば、14年前会長は魔石あの時東洋館ノット満席。めっちゃラップっぽくなる。なるんですよ。そのちゃんと韻の部分がその語尾とかその文章のケツに来るとそこに揃えるわけですね。そう、満席で下になるか。ただなんていうかな、これやっぱ芸人さんのラップとかのこの思いついたところに、あ、ちゃんと文章のところにある。でもそれでも韻踏んでるって分かるっていうのは結構逆にあのラップ。ラップをやりまくってるラッパーのやとそこのフレッシュさにいけないから、これはこれで結構なんか いっちゃいいんですよね。おい、プレバトみたいになってきたぞ。面白いな。なってますかね。面白いなこれ。あ、そうですか。そうなんですよね。なんかその韻の部分が、でも、何でしょうね。まあでも それこそ最近始めたツイッター、俺からしたらそこ行ったとか、このちゃんと行ったが同じ部分に、なこれとかはあのちゃんと気持ちいいんですけど、基本はじゃあ語尾に作るのがすごい基本的なラップなんですけど、ただ全然なんかそれをあえて崩すプロの人とかもいっぱいおるから、そこは花さんはそのあえて崩してそうなってるわけですか？はい。この語尾じゃなくなってるのはこれは。当たり前じゃん。あの、分かった上で、うん、あえてずらしてたわけですよ。そうそうそう。これは。当たり前じゃん。全然何にも分かってない。手つけただけで、それ。いや、でもそうっすよ。だからそれこそ、うん、あの、やり、最近始めたツイッター、俺からしたらそこ行った、うん、いつもやりたがる名帳名簿、うん、俺ら、してる緊張迷惑みたいな、その後に来る、そっかそっか、とかね、この後に出てくるね、最後らに出てくる歌詞で、副会長辞めたから俺がお前のケツ副会長っていうのは、これはうまっ、これうまいですか？それうまいですね。これうまい。これ気に入ってるんですか？会長とこの服がね、ケツ副会長。会長、はい、そうですね、うん、この、あ、でもうまいな、ケツ副会長。うん、俺でも、どこやったっけな、すげえ、あ、今パッと見て。歌詞ね、今歌詞カード見ていただいてますから、うんうん、うまかった歌詞みたいなの、うん。あ、本当に？あったな、うんうん。あ、でも、こことかもね、うん、青空球児は会長。会長。はい、隊長もすこぶる会長、悩みの種は相方議員になっちまったんだ。ここもね、うん、うん、本来やったら悩みの種は相方、うん、議員になっちゃった相方みたいに なるとラップっぽいんですけど、うん、ただ、はい、これは多分悩みの種は相方相方議員になっちまったんだって、このちゃんとたんだ、この相方までは言ってないけど、ちゃんとあのあの音で終わってるから、全然これはこれですごい成立してる。かからずともこの相方とタンダが。そう、タンダがなんか音が近いから、なるほど。ちゃんと同じリズムになってたりとか。そうなんだ、やっぱり。図らずともって言っちゃったしね、話。そうなんだな。言っちゃった。言っちゃった。言っちゃった。ただ言ってるよ。やっぱ、なんていうんですかね、この、うん、なかなか、この、うん、同音異義語をすごい大事にしてるから、なんか、やっぱ、うん、いいラップやなと思っちゃった。なるほど。なんかちょっと根づち寄りというかね。ね、なんかそう、世田谷区議とか、なんか、しっかりやれよと、釘刺すよとか、こことかもなんか、ね、うまいこと。そっかそっか。
言ってる。いやいや、嬉しいな、めちゃくちゃ。いや、すごいね。はい。アルシェさんに。いや、優しいから。ちゃんと。やっぱ検索する優しいから厳しい人もいますよね、このラップ業界で。あ、結構いますね、厳しい人も。あ、そうそう、夏井先生みたいな。夏井先生いるのかな。いや、厳しい人とかはもう結構、うんうん、でもどうやろうな、うん、ラッパーも意外とみんなそのロジカルに考えてるんですけど、うんうん、正解なかったりするんで、うん、いやだからその添削する人ももうその人による、うん、あんたによるやろみたいなことばっかりなんで。なるほどね。そうなんですね。厳しい、うん、厳しい人もおるっちゃおるんですけど。ネタ見せみたいなのってあるんですか。こうやって資料を出してこれですみたいな。あ、ちょっと違うんじゃないかみたいな。紙に書くことってやっぱり。あ、でも、うん、いや結構みんな歌詞は紙に書く人も多いですけど、うん、でも今やっぱみんな携帯ですね、歌詞は。あ、携帯メモって、はいはいはい、でもその、うん、すごいラッパーとかなってくると書かない人とかもいます。でもずっと口で言って、それだけで覚えるみたいな。で逆にもう書かな、覚えられへんような歌詞は、うん、そのパンチラインじゃないというかその頭に入ってけえへんやつやから、もう書かずに自分が覚えるぐらいになるとお客さんも覚えれるぐらいのフレーズが出来上がるっていう理論で書かない人もいますね。ちょっとなんか、うん、すごい分かる気がする。うんうんうん、書いてる時点でもうね。そうなんですよね。うん、やっぱ入ってないってことですからね。っていう人もね、思ったりするんですけど。パンチラインってね、言いますもんね。パンチラインって、いまいちよく分かってなかったんだけど、そういうことなんですか。そうなんですよ。まあ、殺し文句というか、名フレーズ。まあ、オチのフレーズみたいな感じで言われるんですけど、パンチラインって。そっかそっか。いや、ありがとうございます。いいね。添削してもらっちゃいました。嬉しいな。これは。ちょっとメールがね、たくさん来てますからね。ちょっとでも読みましょうかね。何ぬねのーぶらさんです。はいはい。R さんはヒップホップの曲を聴くことが多くて、オールナイトニッポンでもヒップホップの曲を紹介することが多いんですが、うん、はい、逆にヒップホップ以外の曲でこの曲が好きとかいいというおすすめの曲なんかあったりするんですか。あ、今ヒップホップ以外やと、うんうん、何ですかね、多分おとんの影響で、おとんが聴いてたやつ、うん、やっぱ中島みゆきさんとかが好きやったりとか、そうですね、とか、うん、まあ、サザンとかも好きやったりします、ね、全然結構普通に。そうですね。あとなんか、うん、あるタイミングですごい、千秋直美さんの喝采という曲がすごい響いた時があったりとか、まあ、ステージに立つ人のね気持ちやったりとか、人生でいろいろあるけどみたいな、そういう、だから全然ヒップホップ以外も結構聴いたり、昔のじゃ歌謡曲とか、歌謡曲とかも結構好きやったりしますね。お父さんがすごく好きだったんです。そうなんですよ。その影響とかで多分僕も好きなのかなみたいなところはあるんですけど、親とかはヒップホップはあんまり聴かなかった。全然聴かないですね。だから逆に僕の影響で、うん、おとんがちょっと聞いたりした時とかあったりしますね。それこそライムスターを聞いてみたりとか、その大阪の、ラッパーの人を聞いてみたりとかするようになったりしますね。やっぱ J-POP の中とか、普通の曲の中でもこの韻を探してしまうようになりましたね。そのやっぱラップので聞くから。でも、例えばですけど、ロンリーチャップリン、あれとかは、そうなんですよ。あれサビ、ロンリーチャップリン、うん、時が過ぎて、これね、うんうんうん、同じ音なんですよ。ロンリーチャップリン。おいあうい、おいあうい、全部思いに分解すると、ロンリーチャップリン、時が過ぎ、だから気持ちいいんかな、みたいな。でもこれ、なんか、わざとなんかなと思ったら、2番で全然違う言葉やから、うん、たまたまなんかも、みたいな。それはたまたまというか、そういうのでも気づくのもやっぱラッパーの人だけかもしれない、ね、なんかなとは思ったりする。でも気づきました。え、気づいた。負けないこと投げ出さないこと、こと同じだから、ことって同じ言葉だから、それはことね。あれはいいんですっていいから、同じ言葉ですけど、今の話を聞いててそれだと思った。全然理解してなかったじゃない。そっか、だから意外に普通に聴いてる曲でも、そうなんですよね。なんかあんのかもしれないですね。あるんかも。まあでもやっぱ2010年以降とかの J-POP はみんな多分もうラップのその技法とか知ってるから、もうあえて韻を踏む人なんかまあとても多いんですけど、それこそヒゲダンなんかもめちゃくちゃ韻踏んだりとか、もう多分わざとというかその気持ち作用としてやってるけど、多分70年代、80年代、90年代とかの歌謡曲とかであるのはたまたまなんか、意図的なんかちょっと分かんないところがあって、ロマンがあるなと思いますね。やっぱり深いですね、音楽というか音をね。そういうのは楽しみ。何かの楽しみでっていう。安藤夏だってそもそも安藤夏。あ、そっか。踏まれてた。
踏まれてるよ。踏まれてた、ね、自分でつけたんじゃない自分で踏んだ、ね、誰に踏まれたの自分で踏んだんじゃん。自分で踏んだんでしょ。あの、ブッチャーブラザーズのリッキーさんにつけてつけた、ね。じゃあ、踏まれたの、うん、踏まれた。踏まれた、ね、踏まれてましたね。踏まれちゃったよ。踏まれがちな人生。踏まれがちな人生をやる。まっちゃんは好きな、あ、人間椅子さんとか。好きですよ。ね、いろいろ。ヒップホップ、もうちょっと聞くようになったのは、うん、チンザ・ドープネスさんとか。ああはいはい。もう聞いて。天才ラッパーですね、チンザ・ドープネス。と思って。すごいです。こういうのがあるんだと思って。うん、すごかった。すごいですよね。いや、もうあの人はもうすごいですね。チンザ・ドープネスさんも、うん、あの、フリースタイルとかめちゃくちゃ強いんですけど、なんかあの方は、もちろん、あの、韻踏んだりとか言葉遊びも面白いんですけど、というよりなんかもうね、あのセッションみたいなですね、あのジャズのセッションみたいにラップする、うん、もうビートになんかなんていうか、その場で即興で、うん、結構みんな即興で言葉をなんとか生み出そうとするんですけど、うん、チンザ・ドープネスさんは即興で、まあラップの世界で言うとフロー、まあわかりやすく言うとメロディーなんですけど、即興でとんでもない音へのアプローチを、なんか言葉、なんかリズムやったりメロディーとかふわりとかを生み出していく人やったりするんですよね。すごい、ロンリー・チャップリンさんがすごい。ロンリー・チャップリン、チンザ・ドープネスさんです。ロンリー・チャップリンさん。ロンリー・チャップリンの、だからね、インフンでるって聞いてからもう、離れなくなっちゃった。同じ長さの言葉では見てる。あ、すごいな、そういう、なっちゃん知ってんだ。なんか、あの、芸人仲間から聞いて、あ、すごい人がいるんだと思って。なんかでも、やっぱり、言葉遊びというか、僕もなんか、みんな笑いも、好きじゃないですか、はい、そういうのってやっぱ、うん、だからなんかいいですよね、うん、ラップってなんか改めて、いや、うん、まさか今日だって名調名簿一緒にできると思わなかった、ちょっと楽しかったもんな、いや楽しかったっすね、名調名簿、名調名簿嬉しいよ、稽古師も喜んでますよ、いや嬉しい、なんか人気のねラッパーさんと一緒にっていうのは、さあね、もうそろそろ別れの時間となってしまいましたけどもね、お知らせがあるということで、はいはい、クリピナさんの、パッと咲いて散って灰に、今またこれがね、あ、じゃあ お知らせもこの上でやってくださいいですか、はい、我々クリピナッツ月曜日深夜1時からクリピナッツのオールナイトニッポン放送中でございます、うん、で今かかってる、うんうん、このパッと咲いて散って灰にという楽曲も、うん、発売中でございます、はい、そして、クリピナッツのオールナイトニッポンプレゼンツ日本語ラップ紹介ライブ in 大阪城ヤオンというのが開催されます、うん、こちらあの先ほど言ったように大阪のラッパーをだけを集めてまたライブするんで、それこそ関西弁を多用する慎吾西成さんという人が出てきたりとか、あのだんじりのフレーバーとレゲエを合わせたななこっていう女の子が出てきたりとか、結構面白いメンツでできるので、ぜひ来てください。2022年7月9日土曜日、会場16時開演17時となっております。チケット番組最高選考は、抽選で2022年4月23日土曜日10時から受付開始となっております。詳しくはホームページをご覧ください。だから外だから雨降んなきゃいいですね。いや、そうなんですね。夜音ね。夜音。盛り上がるな、夜音。いや、ね、はい。ということで、まあ、次回はまたぜひ DJ な松永さんと一緒に、はい、ね、本当ですね。いただければと思います。今日のゲスト、はい、クリピーナッツの R 指定さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。車を高く売りたい方、車高く売れるんです。え、とにかく簡単に車高く売れるんです。なんで？車たかしのサイトを使えば車高く売れるんです。車たかし？車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力、それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかる。あとは一番高いお店を選ぶだけで車高く売れる。そう、車高く売りたいなら車たかしで検索。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。
皆さん、過払い金、誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ、誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は、皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10。前島かのアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、今日の日本放送ラジオリビングはですね、うん、金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子を数量限定でご紹介しますよ。明太子は美味しいですよ。はい、うん、もう実はこの特大サイズの明太子なんですが、うん、全体の漁獲量の1割にも満たない非常に希少な原料を使った、うん、リビングでしか買えない特別な明太子なんですよ。はい、もう一度買ったらまた購入するというリピーターの方が本当にたくさんいらっしゃいます。うんうん、もう金福の明太子といえば知らない方いないほどの有名ブランド金福ですよね。その金福の数ある明太子の中でも一本ものの特大サイズを厳選しました。その上一粒一粒が大粒でね、もうプチプチっとした抜群の食感の特上ランクなんですよ。食感がたまんないのよ。その中でね、あの端が少しだけ切れてしまった切れ子を、うん、秘伝の熟成明太子と一緒に一本一本パックしてるんですが、はい、切れてる感じもね全然しないですもんね。丸々綺麗な、しかもこの大きさびっくりしますよ ね、うん、ね、このおすすめなのがたっぷり入ったタレなんですけれども、うんうんうん、正直このタレが入っていないものに戻れないっていうリピーターの方が多くて、うんうん、もうじゅわーっと中まで染み込んで、より味の深み、旨味のある辛さを感じることができちゃいます。これ68時間以上じっくりと熟成させた漬けたての味わいを鮮度そのまま閉じ込めてます。しかも美味しいだけじゃなくて個包装ですからね、届いてすぐに冷凍庫の空いているスペースにこうススッと保管ができますし、1本ずつ食べる分だけ解凍できるっていうのがすごく楽で人気なんですよ。ね、あのお三方とも事前に召し上がったということで、はい、いかがでしたか？ご飯が止まんないよ。本当にありがとう。あと、もう冷蔵庫に入りやすい。あ、そうなんですよね。そのまま1本ずつだから空いているスペース、小スペースですよね。めちゃくちゃでかいですよね。そうなんです。なんか大きさが ねこんなでかいのあんま見たことないよね。そうなんですよ。ちょっとスーパーとかでちょっと売ってないよね、このぐらいの大きさ。なかなかないです。あの手のひらをこう広げて、まあ、ちょうどそうですね、薬指からくらいですかね。ちょっとすみません、なんかどう表現したらいいかわからないくらい大きいですけども、びっくりするくらいの大きさだけじゃなくて、やっぱりこう旨味が広がった後のピリッとした辛さ、うん、これがまた ねコクがあるんですよ ね。さっきはもう土屋さんもおっしゃってましたけど、はい、ご飯が進みますよ。進み続ける止まらないですね。本当におすすめです。金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子、合計1キロの大ボリューム、贈答用ならば1万円以上するんですが、消費税込み5980円です、うん、そして倍の2キロセットは消費税込み1万1800円です、2キロで、はい、また今回はですね、うん、前から興味あったんだけどまだ購入したことないんだよなという初めての方向けに、うん、お試し 500g パックご用意しました。こちらは消費税込み3800円でお求めやすいですね、リーズナブルな値段で。そうなんですよ、初めての方はぜひお試しください。そういうことですね。はい、お申し込みはフリーダイヤル、0120-1242-86 です。この金福の明太子、なんでこんなに美味しいかと言いますと、うん、他の多くのメーカーと違って、うん、まあ、原料の調達、そして明太子への加工熟成まで一貫して自社管理してるんですね、うん、だからこそ本場博多で50年愛される味、品質に仕上がります。はい、で賞味期間が冷凍でおよそ3ヶ月持ちますから、うん、しかも化粧箱に入っていますので、うん、贈り物にしても、まあ、よし、そして個包装ですので、うん、お裾分け共同購入もぴったりという、うん、はい、保管できるからやっぱり、まあ、正直ね、まとめ買いがおすすめというところなんですけども、あの夏あっという間になくなっちゃいますよね、うん、いや、いや、あっという間ですけど、うん、こんなボリューム感のあるの初めてなんで、うん、ご飯
2章ぐらい2章2章ぐらい2章はちょっとあれ2章はちょっとあれ2章はちょっとあれですよねそれくらいご飯進みますからね。ぜひお試しくださいね。金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子合計1キロ、消費税込み5980円、倍の2キロセットは消費税込み11800円です。さらにお買い得なまとめ買い4キロセットもあります。こちらはお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料無料。お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。以上ラジオリビングでした。前島香乃アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。ラジオショーサタデー、今週のゲストは本邪魔家の石塚秀彦さんがまたまた来てくれます。食レポの帝王石塚さんの登場は午後1時台から。そしてゆで卵中井先生作の番組ステッカーもお便り紹介の方全員にプレゼント。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、今度の土曜午後1時から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。一課長、こちらをご覧ください。うん、これはツイッターのトレンドランキングか。はい、先週木曜日の午後8時40分頃、グルナイや VS 魂を抑え、ハッシュタグ捜査一課長が日本のトレンド1位になっていました。これはすごい回復です。何、そんなに注目されていたのか。視聴者のツイートを見ると、花は内藤さんのモノマネうますぎ、笹川意味不明、デーモン閣下は草などといったコメントが多く見られます。確かにデーモン閣下が普通にあの状態で来た時は一線を越えてしまった感じがしたな。これにより視聴者は次回の展開がますます気になっていると思われます。一課長お願いします。第1話は刑事ドラマと呼ぶにはふざけすぎた内容だった。ただそのおかげで視聴者は関心を持つことになった。第2話ではいよいよ事件の真相が明かされる重要な回になっている。今週もトレンド1位を取るため必ずまた変なことをする。はい、はい、羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。さあ備えレシピショーのコーナーです。どうですかこのはいっていう声、事前に収録したんですけどね。スタッフさんで男のスタッフ足りないから僕も自ら入っちゃってます、ね、意味わかんないですよ自分で言ったのはいっつってます。本当はもっと大人数いるからね、捜査会。さあこのコーナーでは防災と食をテーマに、はい、羽衣フーズさんの商品を使ったレシピを紹介していきます、うん、いざという時のために備えておきたいのが缶詰などのストック食品ですよ。せっかくなら美味しく食べたいですよね。ということで我々もちょうどお腹の空いたこの時間に思わずがっつきたくなるような魅力あふれるレシピをお届けしています。そしてこちらのコーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今泉さん、今日紹介していただくストック食を使ったレシピは何でしょうか。はい、今日ご紹介させていただくレシピはサバの塩レモン焼きうどんです。サバの塩レモン焼き、はい、材料をご紹介します、うん、今日は1人分です、はい、ゆでうどん1玉、厚揚げ、ニラ、もやしは各 50g ずつ、お魚でパスタ、サバの塩レモンソースを1袋、サラダ油小さじ1、お好みで串型レモンをご用意ください。続いて作り方です。今日も、うん、ローリンストック。ありがとうございます、うん、ゆでうどんは水でほぐして水気を切っておきます。フライパンにサラダ油、もやし、1センチ角切りにした厚揚げ、3センチに切ったニラを入れて中火で1分炒めます。そこにうどんを加えてさらに2分炒め、お魚でパスタ、サバの塩レモンソースを入れて1分炒め合わせます。器に盛り付けてお好みで串型レモンを添えれば出来上がりです。とっ
っても簡単です。簡単、はい、このサバの塩レモンソースというのがパスタソース、うん、レトルトになっています、うん、今までに私サンマのペペロンチーノソースをご紹介したんですが、うんはい、このサバの塩レモンソースも美味しいですよね。うまいな。で、追いレモンも用意したんですけど、うん、ちょっとかけるとやっぱり風味がね、うん、増してうまい。こういうので青魚取れるのは嬉しいな。これはそうなんです、うん、サバもゴロッとしたサバ入ったじゃないですか。これも入ってるわけですね。入ってるんです。ね、これはいいですね。ちょっといい音しすぎです皆さん。うまっ。やっぱり羽衣フーズさんはお魚の美味しさがもう抜群なので。なるほど、うん、いいですよね。美味しい、ね、栄養価も高いですもんね。パスタじゃなくてもうどんでも合うわけだ。はい、合います、うん、だから夏さんちょっともう絶対食べたくなりますよね、うんうん、あの、うん、今日私厚揚げ使ったんですけれども、うん、皆さんも厚揚げとか油揚げを冷蔵庫にストックされてる方いらっしゃると思うんです、うんうんうん、では停電したらどうしましょう、うんうん、停電すると、うんうん、やっぱり電気が消えると冷蔵庫が危ないですよね、うんうん、あ、止まっちゃう、ちょっと腐っちゃうよね、はい、なので冷蔵庫のものから食べていただきたいんですけれども、うん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 、でも災害が起きた後に混乱している時にお料理するのってすごく大変だと思うんです。でも、うん、放っておくとどんどんダメになっていくので、はい、無駄にならないためにも活用する、うん、そのためには、うん、普段から整理整頓しておいて、うん、なるべくドアの開け閉めを減らした方がいい、うん、ということはどこに何があるかを分かっておくためには整理整頓しておくことと、うんうん、普段から賞味期限を管理しておく。なるほど。で、普段だったらこれぐらい賞味期限切れてるのいいやってなっても、うんはいはいはい、災害の後はやっぱりとてもリスクになるので、うんうんうん、普段からやっぱり冷蔵庫の管理が大切、うんはい、何回もね開け閉めしてるんですよね、はい、あと自動製氷機の方はその氷をすべてポリ袋に入れてください。うん、またはボウルとかでもいいんですけど、うん、そうするとそれを冷蔵庫の一番上の段に置いておくと、うん、その冷気でしばらく保冷剤の代わりになります。なるほど。あと溶けたらお水として使うことができるんです。水としても使えるのか。これ忘れるとびちゃびちゃになって後片付けも大変。じゃあ最初に絶対入れといた方がいいね、はい、そして一番大事なのが、うん、活用するためにはカセットコンロとボンベが必要です。これはもう間違いない、毎回言いますから ね、はい、カセットコンロとボンベ。じゃあ覚えてくださってるかしら、ボンベの使用期限は何年ですか。7年。夏さんは本当に花丸、すげー優等生なんですよ。7年。遅いとか早いの問題じゃないんだよ。マジテンションで褒められると思った。それすげえ遅い早いの問題じゃないんだ。大泥棒ボンベみたいに本物だ。7年だよ。ですのでこのボンベもローニングストックしながら使っていただきたいと思います。大泥棒だよ、ね、大正解、はい、でやっぱり毎月使うことでそれがもしもの練習にもなるので、うん、カセットコンロとボンベでも作ってみてください。すごい、はい、そうですね。ということで、うん、ありがとうございます。今泉さん、今日の備えレシピ書まとめの一言お願いします。災害時冷蔵庫の食材を臨機応変に使えたら防災マスターです。マスター、本当にこれはね防災マスターだね。ありがとうございます、来週ストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらでも確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。またこのコーナーへのご感想や今泉さんへの質問、また備えレシピを作ってみましたというメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名に備えレシピ書と書いて送ってください。ということで今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、羽衣フーズプレゼンツ備えレシピ書でした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。先生、今日のレシピは何でしょう。混ぜて焼くだけ、シーチキン大豆ナゲットです。羽衣フーズのシーチキンLフレークとシャキット大豆をご用意ください。我が家にストックしてあるものでいいですか。あ、そう、賞味期限が近いものから使ってください。いつもの食材ちょっと多めに買って食べたら買い足すローリングストックで災害に備えたレシピをご提案しています。
羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて浅草かっぱ橋道具街がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。ウクライナの高官は19日、ウクライナ東部ドネツク州のマリウポリへの攻勢を強めているロシア軍が地下の軍事施設に直接攻撃できる特殊貫通弾を使用しているとしてロシアを非難しました。ウクライナでロシア側との停戦交渉団を率いるポドリャク大統領府長官顧問はロシアが特殊貫通弾を使用していると述べ、子どもたちへの殺人行為だとツイッターに投稿しました。マリウポリの製鉄所アゾフスターリではウクライナ側部隊が立てこもって抵抗を続けていて、マリウポリ市議会によりますと校内には子どもら民間人少なくとも1000人が残っているとされています。一方、ロシア軍は製鉄所構内の地下施設にウクライナ側の戦闘集団アゾフ連隊のメンバーや外国人雇い兵が潜んで抵抗を続けていると主張しています。ところで、ロシアのウクライナ侵攻に伴う経済制裁強化の一環として、ロシアに対する貿易上の優遇措置最恵国待遇を撤回するための関税暫定措置法改正案が今日の参議院本会議で可決成立しました。ロシアへの最恵国待遇が撤回されれば、ロシアからの輸入品に優遇措置が適用される前の関税率が課されることになり、ロシア産の魚介類などの関税が来年3月末まで引き上げられます。一方、原油や液化天然ガスなどは優遇前も関税率がゼロのため影響はありません。また今日の参議院本会議では、暗号資産仮想通貨が制裁の抜け穴として悪用されることを防ぐための改正外国為替法も可決成立しました。次に、大阪市の JR 天王寺駅のホームから男性を線路に突き落としたとして50歳の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。男性は足に軽い怪我をしました。逮捕されたのは奈良市の会社員大西康之容疑者50歳です。警察の調べによりますと、大西容疑者は今日午前7時半ごろ、 JR 天王寺駅のホームから大阪和泉市に住む63歳の男性を線路に突き落として怪我をさせた疑いが持たれています。男性は電車との接触はなく、足に軽い怪我をしました。調べに対し大西容疑者は、肩がぶつかりカッとなって突き飛ばしたと供述しているということです。男性と大西容疑者は通勤途中でした。おしまいに、アメリカメジャーリーグカブスの鈴木誠也選手は19日、レイズ戦に2番ライトでフル出場し、1打数ノーヒットで開幕戦のデビューから続いた連続安打が9試合で止まりました。日本選手最長記録の更新はなりませんでした。カブスは5対6で敗れています。一方、エンジェルスの大谷翔平選手はアストロズ戦に1番指名打者で先発し、4打数ノーヒットでした。エンジェルスは7対2で勝ちました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。料理がうまけりゃ万事が OK、 商売繁盛かっぱ橋、家庭円満かっぱ橋、プロも通うにゃわけがある。千客万来かっぱ橋、万歳三唱かっぱ橋、料理道具は浅草かっぱ橋道具街。続いて日本放送交通情報です。警視庁の小市さん、お願いします。はい、高速道路は東名高速道路の下りが停止車両のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルに車が止まっているため4キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでは35分かかっています。神奈川県の国道246号線の下りは厚木市厚木文化会館前付近でトラックなど車3台の事故のため流れが悪くなっています。東京では目白通りの上りが練馬区練馬中央陸橋で1キロ半の渋滞です。首都高速道路は三郷線の上りが加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小市がお伝えしました。
小市さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。はい、ジャイアント厚彦さんです。はい、今日の放送ナイツからは質問ではなくお願い事ばかりなのに、うん、おねだりに怒らないR さん、うん、堺市出身一優しい。え、堺市出身一優しい、なんかかかってるのかな、なんかかかってるんじゃないですか。え、陰踏んでんのそれ、なんか陰踏んでんじゃないですか。堺市出身、ちょっと待って、おねだり、お願い事ばかりなのにおねだりに来らない、うんうん、あるさ、うん、堺市出身地分かんなかった、ね、分かんない踏んでなかった。どうもミキです。兄の昴生です。弟の亜生です。昴生亜生亜生昴生言うてるうちに我々ミキのポッドキャストが始まりました。チームで何かに挑戦している京都にゆかりのある人を応援する番組、ミキの京都キャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ、日本放送ポッドキャストステーションで好評配信中。野菜の品種改良ってどのくらい時間かかるか知ってる？知らない。10年ぐらいかかるらしいよ。すごい先の話だよな。お父さん、10年後も遊んでくれるかな？それはお父さんが聞きたいな。10年先に必要とされる種を。種の先。バッター、サンスポ。バッター、サンスポ。サンスポ人気絶好調です。最近調子もいいですし、部数も伸びていますよ。打った！伸びた伸びた伸びた！サンスポホームラン！スポーツ新聞のホームラン王、サンケイスポーツ。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー。タンス一つでも OK。 無料お見積もりは 0120-191900、 鳩のマークの引っ越しセンターまで。サンチです。ザ・ラジオショー、サンチです。時刻は3時になりました。ナイツザラジオショーをお送りしております。さあ、うん、安藤なっちゃんからこの時間のお天気伝えてもらいましょう。お願いします。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 13.7 度、湿度 77%。 東京地方今日の天気予報では曇りですが、関東地方雲が多く沿岸部を中心に雨の降っているところがあります。午後2時までの最高気温は都心で 13.1 度と昨日より大幅に低くなっています。この後急な雨や雷雨がありそうです。明日も雲の多い天気でしょう。耳を澄まして聞いとけよ、うん、ラップでお届け空模様、うん、ヤンボーマーボー天気予報、うん、以上3時の天気をお伝えしました。ヤンボーマーボーはラップでしょ。違う天気予報だからやってたから、それやってましたか、うん、で初めましてですか。初めましてですか。ヤンボーマーボー天気予報、はい、初めまして、はい、そんな世代じゃないでしょ、絶対知ってるでしょ。ヤンボーマーボーいましたっけ。いましたか。いましたよね。いました。こんな乱暴な、お棒棒棒に発すため息混じりのインフムのやめてください。またインフンじゃったよみたいな。俺の演技は棒棒棒だ。ボーボーただの棒棒でインフムのが一番得意だからね、アナさん。そうだ、棒だ。棒の引き出しが一番多いんだから。バンバンジー。さあ、ここでですね、ラジオショーからのお知らせです。今週1週間ラジオショーがお送りしているのが、うん、こんな企画。バラエティ番組の人気者大集合、集まれ、なっちゃんが集合をかけてくれたので集まりました、うん、月曜日は今田耕司さん、火曜日は佐久間信之さん、そして今日水曜日はクリーピーナッツの R 指定さん、明日木曜日は土田照之さんが登場、うん、そして金曜日の中川家ラジオショーにはマジカルラブリーが登場、はい、土曜日のサンドイッチマンザラジオショーサタデーには本邪魔家の石塚さんとブラマヨの小杉さん、食レポ名人が登場となっております。小杉さんもね、なんかある、まあ、うまいんだ、あのあれだよね、彦摩呂さんの真似してるよね、小杉さん。めちゃくちゃ似てんだよ、ね、なんかコスマロ、コスマロモニタリングがなんか、そうやってたな、そういえば。だから食レポはもうね、お寺物ですから、すごいね、豪華なゲスト。彦摩呂さんもね、いつか呼んでもらいたいな、食レポが ね、できるようになったらいいね、早く。そうですよね、と面白いな。読んでいきましょう。はいはい、ラジオネーム不健康サンダルさんね、花輪さんが軽はずみに仕掛けた行動でまさか R さんの初心を呼び起こすきっかけになるかもしれないと思ったらありがたくもあり、うん、調子乗りすぎて別のラッパーにボコられるんじゃないかと不安になった。そんな人いないよ。いやでもどうする、街でさ、うん、お前この間、うん、R に
勝ったよなっつって、でまたこうラップバトル仕掛けられてきたらどうするの、街で全然やり返せれるちゃんと、もちろん街で、もうさっきもだって今日、うん、下にいたからね、しき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 書いてくださいって2回ぐらいでしき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 書いてくださいってあれラップでしょいや違うと思います、あんまりこうまずはあの誰ですかって言われたからでナイツの花です、あじゃ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 あ色紙色紙って言われた、え誰ですかって言われた、誰ですかって言われたから、ね、あれラップでしょ、あの人あのおじさんではないと思う、あ違うあストリートファイターですね、だからもうすでにそれでね渋谷とか歩いてたらあるかもしれない、そういうのはね、これまあ渋谷歩かないからな浅草でお待ちしております、浅草に天然ラッパーが多いから浅草にいたのね、天然ラッパー、おおおまま、おまま全然ラップじゃないからそれは違うんですか、何のこと、あということでまだまだメールを待ちしております、アッコさんとトークがしたいんじゃ、癖がすごいあのコンビが和田アキ子とトークで激突、ノブさんは果たしてアッコさんにも突っ込めるのか、千鳥が番組初参戦、アッコのいい加減に旋回は今度の土曜日お昼11時、この時間はこちらのコーナー、いけるっしょいけいけ、いやー来ました、いいね、はい、このコーナーではちょっと不安なことがあっても何でもいけるっしょの精神でトライしてしまう私アンドナツのようにリスナーの皆さんがいけるっしょの精神で乗り切ろうと思ったことを紹介していきたいと思います、構わないもんはい、一息でいきますかね、ここはキジちゃん30号さん、はい、玉ねぎのみじん切り、うん、玉ねぎをシュレッダーにかければいけるっしょ、おおすげえ、壊れるよシュレッター、シュレッター、ああ、ガガガガガガってやつ、あれ水とかやばいんじゃないの？水分結構あるでしょ。手動があるんですよね。手動？手動のあのだから電気使わないやつ。ああ、こう回すやつ。そう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 。あもうトムとジェリーとかに出てくるやつでしょ。そう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 。怖いやつじゃん。あ、いけるっしょ。あ、本当だ。すごい。シュレッダーとこの玉ねぎカッター。自動。手動だったらいけるっしょ。手動だったらいけるっしょ。紙みたいな別に薄いもんじゃないかな。いやいけるっしょ。だって薄く切ればいけるっしょ。あるか。じゃあみじん切りしろよその包丁で。みじんの縦と横がめんどくさい時ある。薄くはできるんだ。薄くはできる。はい。続きまして、はい、ファンタスティック原田さん。相撲の回し縄跳び10本でいけるっしょ。いけ。何だよ縄を。いけるっしょ縄跳びにもいろいろあるからね、あの本当のちゃんとなんか紐でねあのちゃんとできてるやつとかもあるけど、カラーかな、縄跳びは無理あのその鶴瓶さん横綱の綱とかをさやるんだったら分かるけど、回しだから回し縄じゃないから、縄跳び10本いける、束ねてなんかショッキングピンクと か、ね、あの蛍光の黄緑とかこう10本だからいろんな色を作れるできるっすね、海外だとやってそうなのかな、できるっすね、これいけるっしょ、うっすら見えてんだよあの周りの筒が透明だからねそうそうそう、うん、はい、いいですね、続きまして、うん、陶芸家かっこ本物さん、うんうん、気に入らなかった作品を地面に叩きつけて割ったら、うん、他の人の作品だったけどいけるっしょ、いけいけ、あ陶芸家みたいな、陶芸家ね、そうあるよね、気に入らんなって、ウルトラブギーズのコントね、ありましたね、これいいよ、ね、これいいってやつね、いやもうしょうがない、しょうがない、うん、もうこの陶芸家さんがダメだって思ったから割っちゃったんだからしょうがないです、うん、他の人の作品でも良くなかったと、良くなかったんです、うん、だからいい自分が代わりにいけるっしょっつって割ったっていうだけの話ですから、だけの話なの、うん、いいですよこれ、いけるっしょ、誰が割るかの違いだってだけね、いけるっしょですね、なかなかいいですね、うん、はい、続きましてアジさん、うん、健康診断の時保健師さんから日頃の運動習慣について聞かれ、うん、前日からウォーキングを始めたので1週間に 2,3 日運動してるって答えてもいけるっしょ、いけいけ、あちょっとでもそれ習慣ではないからな、1回だけでしょ、始めたばっかり、まあ、一夜漬けはダメだよ、まあね、一夜漬けしちゃうねやっぱり、う
いやね、知りません、ちゃんとここでは正直に言った方がいいよ。だって健康診断の直前だけ、うん、まあ、あの禁酒して、うん、みたいな、うん、抜いてとかさ、うん、あるんで、まあ、ウォーキングはした方がいいっしょまあいけるっしょだけどね、いけるけどね、いけますけど、はい、いけるっしょでした。はい、三橋のマイケルさん、すごい疲れているけど満員電車なので座れない、こんな時にフルーツバスケットと叫んだらみんな移動してくれないかな。あ、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 あれ、あれ、あ、ターン来たな、あ、ターン来たな、もうターン来たな、いやくれない、もう独り言じゃん、だから願望だし、でもなんか楽しいっていうか、フルーツバスケット、いや、楽しいけどね、別に、いや、いける人じゃないから、これは懸命ちゃんといける人って書いて真面目に やってくれてるんだったら、はい、くれないかなじゃなくて、東のマイケル叫んだらいける人で終わるんだから、綺麗に言ってくださいね、これは東のマイケルさん、これはいける人マイケル忘れちゃったんじゃないかな、いける人忘れちゃ、懸命にいける人ってちゃんと書いてあるんですよ、書いてあるのにな、書いてあるから、わざとだな、これ圧巻したから以上か、以上だということで、あなたがいけると思ったことを送ってください。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com、 件名はいけるっしょでお願いします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。ショーアップナイタートゥデイ。この時間は、広津バイオサイエンス。クリックホールディングス、久光製薬がお送りします。がんは早期発見早期治療、その手助けをしてくれるのが線虫がん検査 N-NOSE、 がんのリスクを判定する検査です。詳しくはインターネットで線虫がん検査もしくは N-NOSE と検索してください。この自転車どう思う？どうなの？5段階電動アシスト、チェーンレスでデザインもグッド、しかも素早く簡単に折りたためる。他には？いっぱいあるんだけど、そろそろ CM 終わっちゃう。え？スタイリッシュなチェーンレス電動アシスト自転車ホンバイク、詳しくはホンバイクで検索。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える、神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光ショーアップナイタートゥデイのお時間です、うん、今日はこの後5時30分から巨人対広島戦をお届けします、はい、さあ日本放送山田徹アナウンサーです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。昨日、はい、はい、見に行ってたんですけど、やっぱりあのいろいろ思ったんですけど、やっぱ巨人の打線が結構そのボール球、ちゃんと見極めてたなと思って昨日、それがなんかあの良かった、印象に残りましたね。なるほど、うんうんうん、昨日は両チームともに強い野球やったんですよね、うんうんうん、つまりディフェンス野球ですよね、うんうんうん、できるだけ失点をもう増やさない。そうです、ね、はっきり言ってでもね、巨人打線当たってません、当たってません、打ってません、打ってない。だから原監督がもうモヤモヤっとしてると思います、うんうんうん、今日もあの江本武成さんと原監督の対談がですね、はい、ありまして、今日は打線のことをね、喋、ってくれますので、ぜひお楽しみにということと、解説が里崎智也さんで、解説者の中で一番野球を見てますね。あ、里崎さんもういろいろ見てます。これまたぜひお楽しみにということと、総額300万円相当のボリュームアッププレゼントキャンペーン、はい、うんうん、スーツを仕立て券4万9280円分に加えて、うん、クイズトリプルチャンス第3問は、うん、今週に限り倍額、え、2万円の賞金、すごい倍額だ、え、
何が起こるかわからない野球界、分かりませんよ。昨日ほら山本由伸投手完璧だったんですよ、はい、ところが味方のエラーで ね、 失点で連勝は18で止まるんですよ。マダックスもまたなんかよく出てね、そうなんです、100球以内でね完封するマダックスが最近ピッチャーの記録が毎週のように出てるもんね、すごいですよね。あの日本ハムの昨日加藤投手がね、はい、90球完封っていうのをやりましてね、はい、マダックスと呼ばれて、うん、佐々木朗希投手はこのあと、はい、多分90球以内ノーヒットノーランとかやっちゃったのが入ってるんですよね、すごい、まあ、今日はなんて言ったって首位攻防第2ラウンドですから、はい、巨人は苦手な床田投手をもう早く捕まえることができるかどうかが最大のポイントだと思いますね、はい、なるほど、誰だろうな、やっぱり昨日ウォーカー打つかなと思ってね、やっぱりウォーカーがまたパタリとこのやっぱ速い球差し込まれてましたね。だから松原聖也、松原聖也調子悪いんですけれど、うんうん、今日はスタメンで使ってみてはどうでしょうかみたいな、守備もいいですからね、そうなんですよ、そうなんですよ、これはもう出て結果出さないとっていうか、うん、松原聖也クラスでパチンとね、うん、コンパクトなスイングをしてきて床田、うん、を捕まえないといけないかなと思ってます、ね、左とはいえね、はい、うん、ということで、はい、今日のショーアップナイター、はい、ぜひお聞きください、はい、山田徹アナウンサーでした、ありがとうございました、ありがとうございました。パチンコ&スロットアミューズ千葉店、千葉県千葉中央に総台数1111台の超大型店、話題のアミューズ千葉店から皆様を笑顔にしたい、笑顔あふれるパワースポット、パチンコアミューズ、触れてごらんラブコのドアを、そこにときめきの時、開けてごらんラブコのドアを、そこに新しい、自動ドアは 0120-0725-86 オーナブコハロー。助立ち。建設現場で働く皆さん、建設業界に特化したマッチングアプリ助立ちを知っていますか？スマホで簡単に無料で希望の条件の取引先が見つかります。今すぐ助立ちアプリで検索。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はパチンコ&スロットアミューズナブコシステム、助立ちがお送りしました。安全漫才のミエゾンとアラポンです。お花が元気にすくすく、栄養たっぷりすくすく、みんなのお花もすくすく、ハイポネックス原液、お花すくすく、ハイポネックス、ハイポネックス原液、僕もお花大好き、ハイポネックス。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。The Radio Show。 さあメール来てますか、はい、はい。ラジオネームプールサイドさん、うん、裏取りしないでいいので、はい、バナナは黄色いうちに食べた方が美味しいのか、うん、黒い点々が出始めてからの方が美味しいのか教えてください。あれ黒い点々の名前忘れましたけど、あれ糖度が上がった証拠だから黒い点々の方が美味しいですよ。スイートスポットじゃなかったでしたっけ名前。裏取りしてないけど。裏取りしてないですよね。うん、しなくて大丈夫ですもんね。そうですね。まあ、はい、あそこが、やっぱ、糖、甘いからね。はい、甘いっていうところで、やっぱりこれは、黒い点々で始めてから食べた方がいいということです、ね。はい。裏取りはしてないですよ。はい。そうだね。はい。
裏取り。裏取りこんな、わかんないけど、こんな放送許されんの裏取りしてないけどって言えばいいと思ってさ。何でも言ってんけど。わかんないけど、自分で決めてください。まあ、どっちが美味しいかだからね。別にそれは、そうだよね、こちらのね、主観で言っていいと思うけどね。程よく、ね、黒くなってる方が美味しいよね。美味しい。なんか皮だけ真っ黒の時ないなんかたまに。あります。あれ何時間大丈夫かなって思ったけど、剥いてみたら意外と平気みたいな。あるよね、うん。あります。冷蔵庫の中とかで良くなるよね。そうだ。ああ、だから、裏取りしないけどなんか皮が酸化してんじゃん。うん、よくわかんない。ね、それダメだわ。酸化とか、なんか化学っぽいこと勝手に言っちゃダメ。化学っぽいこと言っちゃダメなんだ。うん。裏取りしてないけど、バナナって時間、その5本のやつ買ったら、うん、その1日1本として5日かかるじゃないですか。うん、最後の方、皮がちょっと薄くなりますよね。あ、なってる。なんで？あれなんでなんですかね。ね、薄くなる？薄くなる。厚みがなくなってる、ね。そうそうそう。ペラペラの。むくさ、抵抗がなくなってさ、だんだん。本当に？本当に。これは本当です。これ裏取りじゃなくて実体験です。柔らかくなるってことか。いや、でも実際薄くなってるような感じするよ。薄くなってる？あの、わらばんしぐらい。いや、もう紙。いや、わらばんしはもう裏取んなくても嘘ってわかるじゃん。はい。そうですね。ちょっと言い過ぎましたけど。言い過ぎちゃう。はい。あ、そう。薄くなります。あんまり。3分の1ぐらいになりますね。そんなに。食わないからさ、ちょっとそうなの、めちゃくちゃ食う人からしたらもうすぐわかるんだろう、ね。そうですね。5本セットを買っちゃうんですよね、どうしても。うん、5本セット。3本とか1本とかもありますけど。1本とかも売ってるんだ今。売ってます、個包装だったりとか。そうなんだ。一回の岡山でさ、皮ごと食べるバナナ食べたね。岡山だっけ。岡山じゃなかった。大丈夫なんですか。皮ごと食べるのよ。なんかあそこなんか有名な。ロケで行ったのね。ロケで行った。美味しかったよ。そうそうそう。皮も美味しいんです。皮も、うんうん、まあ食べれないことはでも剥いた方が美味しかったかな食べれないことはないぐらいだったけどね。珍しいあるんでしょう。さあこの後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は田中貴金属グループ、三井住友海上がお送りします。ありがとうよ。
京で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。骨密度って気にしたことありますか？そこで雪印メグミルクの毎日骨ケア MVP、 骨密度を高める働きのある MVP を含んだ特定保険用食品トクホの飲料なんです。通常1本あたりおよそ182円のところ、今回限定の10本セット税込み980円、送料無料。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-044-410 0 4 4 4 1 0、雪印メグミルクダイレクトまで。なお一家族様一セット限りで、牛乳アレルギーの方にはおすすめできません。お届け、お問い合わせについてもお電話で。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間となりました、はい、明日、我々ナイツは11時半からのビバリーヒルズにも出演します、うん、ぜひそちらからお聞きください、はい、お願いします。ラジオショー今週はバラエティ番組の人気者たちが大集合、うん、明日木曜日は土田照之さん、そして金曜日中川家ラジオショーにはマジカルラブリー、土曜日のサンドイッチマンラジオショーは本邪魔家の石塚さんとブラマヨの小杉さん、食レポ名人が登場です、はい、そして来週水曜日のこの番組ゲストはトロサーモン、トロサーモン、はい、そしてこの後、3時30分からは辛坊治郎ズームそこまで言うかです、うん、お隣のスタジオつながってます、はい、辛坊さん、辛坊さんお願いします。どうもこんにちは、お願いします。いや大変ですよ信行さん。はい、どっちの信行ですか？え、私あの、はい、いとこに信行っていう人がいるんですけど、うん、いやまあそれはどうでもいいですね。どうでもいいです、本当に詳しく聞かせてもらっていいですか？いや大変ですよ、そんなこと言ってる場合じゃありませんよ、はい、えらいことですよ、和歌山県議会が今日ですね、カジノ誘致否決しちゃいましたよ。カジノ誘致否決したんですか？和歌山、ちなみに信行さんがカジノは、カジノは、まあ、我々 はやっぱりギャンブルやらないですからね。え、やらないですか？全然やんないから。パチンコもパチスロもやらないですか？パチンコもやらないですよ。だから土屋君も競馬やってますけど、そんな金かけないですからね。え、金かけずに競馬やって面白いんですか？めちゃくちゃ面白いですよ、競馬。だからカジノも金かけないんだったらやりますけど。いやいや、それかそれカジノにならないでしょ。し、ね、家でルーレットゲームとかは確かにありますけどね。ですか、家族麻雀であのね、あのちくわかけたりなんかしてやりますけどね。そあ、ちくわですか。今日じゃあその話が結構メインというか。いや、それは多分ほとんどないと思います。ほとんどないんですか？すいません。まあ、いろんな話題を今日もね。今日はあの玉金さん来ますから。あ、玉木さん、玉木代表ですよね。あ、それそれ。玉金さんって言わないでくださいね。あ、それそれ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この後も日本放送お付き合いください。はい、お願いします。はい、ということでね。まずは R− 指定さんとラップ対決してましたね。シューピーさん。はい。ラップと似て非なる名著名木、うん。がっつりやるとは稽古も納得。月曜だけじゃなくなんだかお得、お土屋は何も思い浮かばず上トーク、うん、上トーク、おお、うまいね、うまいですね、踏んでる、踏んでるよね、シュービーさん、シュービーさん、稽古も納得お得、ああいいですね、こういうね、ね、うん、やるな、やるな、あ、こういうのアンサーあんの？これでなんかうまいこと言えたらね、書いてたらいいんだけどね、あ、出てきた言葉がやるな、やるな、やるな、なん、なんにもない、踏めないっていう。ありがとうございました。ということで、ここまでの相手はナイツの土屋信行と花野信行とメイプル超合金安藤那須でした。また明日。